ずシャンリンを探しに行って、あれ、ソーリー、こんな時間にこんなところでどうしたんだ。うん、それは俺のセリフだ。ここで二人に会えるとは縁があるな。息災だったか。The thing has been going great. 以前に比べて顔つきが穏やかになった。旅路の中で何かを追い求め続け収穫し続けるのはやはりいいことなのだろう。 Thank you, John Lee. 何のことはない。そういえば勝利はまたここでお茶を飲みながら講談を聞いてたのか。この一杯を飲み終えたら立つはずだったんだが。はずだった。ちょうどいい季節だからな。警察層あたりまで散策でもして宝月のタケノコを取ろうと思っていたんだ。あそこの住民からもらったことがあるんだが、実にいい味だった。おお、是将你们 visit in the same village。 え、宝月のタケノコ、普通のタケノコじゃダメなのか。あ、オイラわかったぞ。勝利はまた優雅な生活を送ってるんだろう。こだわりが強い勝利のことだから。宝月のタケノコの肉質は柔らかでえぐみがない。普通のタケノコでは替えが効かないとか言うつもりだろう。パイモンは賢いな。俺のことをよくわかっている。もうじき仮説だ。タケノコ以外にも同志から渡された目録には用意できていないものが結構ある。二人は差し迫った他の用事はないか。ふん、ちょうど友達に会いに行こうと思ってたところなんだ。まだ誰に会うのかは決めてなかったけど、一番最初に会ったのがお前だったんだぞ。そうか。二人にはあの宝月のタケノコで作られたスープがどれほどの一品か想像できるだろうか。大きく切られた赤身肉の塊と香り立つタケノコを共に鍋へ入れ、とろ火でゆっくり半日ほど煮込み。I am already rolling. お前、わざとだろ。オイラたちがその口車に乗せられて、お前のために一回ポチリでタケノコを取ってくるとでも思ったか。はい、もう。元より、宝月のタケノコがうまいのは事実だが。のせいですっごく食べたくなっちゃったぞ。 Ready to go when you are。 タケノコを取るのにはそんなに時間がかからないもんな。オイラ、絶対にスープを飲むぞ。確かに一走りの甲斐がある美女と言える。いいだろう。二人にお願いするとしよう。もし上質なタケノコが取れたら、ぜひ俺にも少し分けてくれ。こいつは絶対にこう言うって分かってたぞ。だが、そう焦る必要はない。解凍祭期間中、町には多くの人が行き交い、いろんなことが起こるだろう。他にやりたいことがあれば、自分の心に従うといい。食卓の上でのタケノコは、所詮、花を添えるだけのもの。友人たちと共に楽しんだ方が、その意義はよりはっきりしたものになるだろう。We will check in with you later at Wang Sheng Funeral Parlor。 勝利はそのまま散歩しててくれ。オイラたちは先に行くぞ。ああ、気をつけて。おお、1000 miles for anything。Enigmatic tune. Obtain Dinasan Bamboo.
Gila. Ini jalan, jalan ke sini. Wow. Emang di Bali. こいつはまだ土から芽を出したばっかみたいだな。柔らかそうだし、こいつにしようぜ。バンブーシュ、バンブーシュ。ナス。ナスケン、バンブーシュ。トゥルーシュ。あ、ラギサトライ。ランガ?バワティダアダ。これだけあれば足りるだろう。帰って。助けてくれ。誰か助けて。What? 聞こえたか？誰かが助けを呼んでるみたいだぞ。あっちだ。あ、フランシート。お、やうよ。水は飲んでいない。え？どこかに誰を呼んでんや。落ち着いたよ。ありがとう。びっくりしたぞ。無事でよかったぜ。助けたのはこっちの女の子？え、女の子。ねえ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 、それにおじちゃん、こんにちは。ヨーヨと申します。よろしくお願いいたします。おお、なんかめちゃくちゃ礼儀正しい女の子だぞ。おう、おいらはパイモン、こっちは旅人だ。グリーティングス。私はドボルザーク、フォンテーヌから来た音楽家だ。お、ミュージシャン。石門の方にある道に沿ってリーウェ港まで行こうと思っていたんだが、ここの綺麗な風景に酔ってしまってね。いつの間にか道を間違えてしまっていた。ストンゲン。さっきも滝に目を奪われて足を踏み外したんだ。もしこのヨーヨー嬢ちゃんが助けてくれなかったら。気にしないで、ドボルザークおじちゃん。でも滝から飛んでくる水は石造りの路面を滑りやすくするから、確かにゆっくり歩かなくっちゃ。これからはなるべく見知らぬ環境で考え事をしながら歩くのはやめましょうね。足元に気をつけるってことが習慣になりさえすれば、もうこんな目に遭わずに済むよ。ああ、肝に銘じるよ。もしかしてお腹が空いちゃったの？私はまだ。遠慮しなくていいよ。ヨーヨはリーユへの人間だから、各地から来た観光客をおもてなしするのも人情ってものだもん。もしまだ道を急ぐんだったら、必要な時に力を補給するのも大事だよ。ヨーヨのカバンにまだ何個かハスの花パイが入ってるから、みんなで分けて食べましょう。ニーニとネーネもどうぞ。わあ、この子めちゃくちゃ気が利くぞ。オイラの分まであるじゃないか。え、遠慮しないで。わあ、それあがさっきと言うことOr, what if they had us the summer beach share? 食欲旺盛なのはいいことだよ。パイモンちゃんがまだまだすくすく育ってるって証明なんだから。もうちょっと多めに作ってくればよかったね。ほら、
めちゃくちゃオイラを甘やかしてくるぞ。リーユエの天使、ドボルザーコーチちゃんの口にあったかな。重さが足りなかったりしない？いやいや、とても美味しいよ。モンドでご当地ムーンパイっていうのを食べたことがあるんだが、そいつのあんは肉だった。このハスの花パイはムーンパイと同じ製法でパイの皮を作っているが、味はそれぞれのいいところがあるね。故郷の味となると、ああ、本当に長い間食べてないな。というと、ドボルザークもずっと旅をしてるのか？ああ、私はイリデッセンスツアーの主催者の一人なんだ。絶えずいろんなところへ赴いている。イリデッセンスツアー？イリデッセンスツアー？ That sounds somewhat familiar. イリデッセンスツアーは、フォンテーヌで影響力の大きい音楽祭と言えるだろう。規模を拡大して、各国で開催するというのが私たちの目標だ。おお。そう。主催側の私たちみんなが、共に追い求める目標だったんだが、その後、はあ、話せば長くなるからやめておこう。話を私に戻そうか。各地を巡って音楽を宣伝する以外にも、実はちょっとだけ市場があったんだ。ぬぅ、もったいぶらずに早く教えてくれ。先祖代々言い伝えられてきた話から話すことになるからな。みんな、時間は大丈夫なのか？ようよ、物語を聞くのは好き。うんうん、オイラたちも聞きたいぞ。そうか、では話すとしよう。これは、旅をしていた私の先祖が、とある旅の最中に遭遇した出来事の話だ。不意に足を踏み外して水に落ち、あと少しで溺れ死ぬというところで、彼は抑揚ある音楽を耳にした。何でもその音楽は彼が人生で聴いたものの中で一番美しく一番感動的なものだったという。そのような危機にあっても、この世のものとも思えぬような美しい音楽に注意を惹かれ、彼は自分が間もなく溺死するのだという事実さえ忘れるほどだった。ふと我に返ると、彼はいつの間にか岸へ戻っていることに気がついた。少し離れたところには、浮世離れした雰囲気の見知らぬ女性が立っていた。あ？ Unfamiliar woman。 先祖の無事を確認するや否や、彼女は何も言わずにふらりと去っていった。追いかけて礼を言おうと思った先祖だったが、二人は十数歩しか離れていなかったのに、どう追いかけてもその距離は一向に縮まらなかったんだ。結局彼は仕方なく女性の後ろ姿と遠くの山河にお辞儀をして感謝の意を伝え、きびすを返して故郷への帰路に着いた。故郷に戻ると、先祖は楽器の演奏を勉強し、詩人のように歌い語りながら旅をして、この物語を各地へと伝えていったんだ。その後、物語は言い伝えられる中で芸術的なアレンジを加えられることも多くなった。女性はいつしか天女とされるようになったんだ。そしてやがてフォンテーヌでは少しばかり名の知れた伝説になった。 The lady of... 天女の見下ろす湖畔って名前でね。 The lady of looking the lake、oh. 林の水辺でいい腕の奏者が楽器を演奏すると、目に見えない天女が一緒にセッションしてくれると人々はよく言うんだ。It's a true story.
そうだ。他人にとってはただの伝説だが、私にとっては本当にあった家族の昔話だ。過去を遡ろうって発想でね。物語の原点である土地を訪ねて、女性の子孫を探そうと思ったんだ。おお。で、先祖ねや、おお。先祖が水に落ちた場所なんか、とっくに探しようがないし、こんな捜索は、海から針を救い出すようなことだともわかっている。だが、外を転々として早いくとせ、自分の足腰も昔ほどよくはなくなった。この反省で成し遂げられなかった願いは、いつの日か執念に変わっていたんだ。ヨーヨーはまだ半生っていうほど長い時間を生きてないけど、でもその気持ちは分かるような気がする。オイラもハスの花パイの花の中心近くにある一番おいしいあんのところを取っておいたのに、食べるのを惜しんでいるうちにパッと水に落ちたりなんかしたら、オイラの余生絶対そのことを忘れられないぞ。私のためにそう悲しまないでくれ。進展はもちろんあるんだ。私が考えるにはその場所はリーウェのはずだ。おお、やっと手がかりが見つかったのか。ああ、これもまた少し不思議な話になるんだが、モンドが自由と鹿の都だというのは前から知っていた。最近風神様は秋にモンドへ戻るらしいと聞いてね。それから彼は音楽の守護神であるとも聞いた。そこで私はモンドの教会へ祈りを捧げに行き、風神様に私を導いてくれと願った。そうして教会から出ると、目の前で木の葉の集まりが風に吹かれて石門の方へ飛んでいったんだ。 What the...Wow, fantastic. You look like you're a little. すると親切なモンド人が、これは風がリーウェへ導いているんだと教えてくれてね。私はそのままその道を進んだというわけだ。Let's settle it then. It was リーウェ。これが地因というやつか。絶対に私を分かってくれる人がいると思ったんだ。本当？なんだか、宝刀団の怪しいおじさんが、ゲイサクソウのおばあちゃんを騙すやり口みたいに聞こえるけど。元王帝君がお戻りになられたぞ。交通費か再生をくれれば、俺からあの方へ渡してやる。一家安泰を守ってくださるぞ。みたいな。ヨーヨー、安心してくれ。オイラたち、その…こういう現象を読み解くのには慣れてるんだ。それに騙されないために一番大事なポイントは、モラを渡さないってことだしな。感謝の意を表すため、確かに結構なモラをかけて美酒をいくらか買って通り道の七天神像に備えたが。ああこいつ。めっちゃね。じゃあヨーヨーはニンニとネーネ、あとおじちゃんを連れてリーウェコーの極境台に行くよ。ガンウネーネを探しに行こう。え、ガンユ？ヨーヨーの知り合いはそんなに多くないし、お役に立てないかもしれないけど、でもガンウネーネとネーネがいつも指してる七星だったら何でも知ってるよ。Oh, apakah akan ketemu Ganyu lagi? Moshi Oji-chan が騙されたなら、みんなは権利を守ってくれる。もし風の情報が正しくて確かなもので、まだ人を探し続けることになったら、やっぱりみんなに聞くのが一番便利だよ。That does sound like a good idea. しかし、そうなるとまた皆さんに迷惑をかけて。ちょうど新しく取った薬草と植物をネーネに持っていこうと思ってたから、ついでついで。お、そういえば
オイラたちもずいぶんカオに会ってないよな。怪盗祭の前に友達訪問と行こうぜ。 Then, let's get moving. ああ、本当にありがとう。絶対にこの恩は忘れない。みんな、ついてきて。ヨーヨが案内するよ。ああ、ちゃんと足元を見ないとダメですからね。ああ、オイラの仕事がまた一つ減った。でも、ヒヒ、オイラは盛り上げ役に回るとするぜ。Bentar ya. Oke, kita lanjut. Kita disuruh ke lagi. Oh, jadi ya berarti ke Kingsnya untuk. Oh ya, tadi udah ambil ya. Aku lupa.Ntar aku ganti dulu. Nah, di ini nanti kita ke Liyueko.前回私が来た時とは違う。まるで同じ旋律でも繰り返し演奏していくうちにより色鮮やかになり変化に満ちていくような。まあ年に一度の怪盗祭だからな。確かにより壮大になった感じがするよな。今はリーユエコーが一番綺麗な時期だって言っても過言じゃないぜ。ああ、行こうか。もっと目で楽しみたい、もっと近づきたいってうずうずしてるよ。この街の眺めは本当に美しい。人々の笑みにあふれた表情を見ると私まで感化されてしまうよ。ああ、音楽が浮かんでくる。少し指揮棒を振りたくなったな。気に入ってくれてよかった。トトトトじゃあじゃあ行く。今はこれあるや。おい行くだよ。ルパン。おわで全然。あ、みんな、こんなとこで会うなんて奇遇だな。深淵ネーネ、こんにちは。ヨーヨが紹介するね。こちらは旅人にパイモン、それにドブルザークおじさんだろ。みんな結構前からよく知ってるよ。So、you already know each other. 前回リーウェコーへ来てイリデッセンスツアーの宣伝をした時、相手をしてくれる人はあまりいなかったんだ。深淵さんはその数少ないうちの一人だった。こっちはイリデッセンスツアーに参加しようと思ってずっとついて走り回ってたのに、連続で何回もすっぽかされて。おじさん、一体どういうことなんだよ。ああ、深淵さんすまなかったね。どの回もついてなさすぎて不運なことが立て続けに起こって、それで開催できなかったんだ。そうだったのか。だったら仕方ねえよな。そういえばこの時期にリーウェコーへ来たってことは、まさか怪盗祭期間中に音楽祭をやろうってわけじゃないよな。怪盗音楽祭。いや、今回はちょっと私事でね。怪盗音楽祭はないのか。おお、そう。それは私の一存で決められることじゃない。
音楽の祭典を開催するにはそもそも相当な人手と金がいるものなんだ。その上、私はリーユへの責任者と接触したことがない。このタイミングで軽率に始めようっていうにはいささか慌ただしいだろう。え、オイラたちが今から探しに行こうとしてるリーユへ七星っていうのがここの責任者だぞ。うん、国政ネーネも教皇ネーネもみんなすごいの。ええへえ、これはいい機会じゃないか。結局成功しなかったとしても言えば望みは増えるわけだし。 The Alandra Music Festival will be something different。 そうだぜ、旅人もこう言ってるんだから。おじさんもたった何回かの失敗で勢いをなくすなよな。出演者の件ならあたいがここの表現者とつなげてやれるぜ。あたいの友達ウンキンはリーウェイの名役者だ。ユンジンあいつが顔を貸して運感者の役者に一曲頼んでくれればこの件はいけると思うぜ。シンエンはどうなんだよ、参加しないのか。そんなわけないだろ。今回このイリデッセンスツアー怪盗音楽祭がうまくいったらオープニングを奏でるのは絶対にあたいさ。うわぁ、すっごい迫力だぞ。おじさん、あんたはどう思う？試してみようと思う。だが信玄さん、オープニングを飾るのはそう簡単じゃない。私はかなり厳しい基準であなたの作品を評価するから、しっかり準備しておいてくれ。望むところだぜ。あ、だったらあたいも街でブラブラしてるわけにはいかねえな。早く戻って練習しないと。ヨーヨー、あんたの姉弟子に会ったらよろしく伝えておいてくれよな。よろしくいいよ。うん、ヨーヨー覚えとくよ。新エネーネも練習していっぱい上手くなってね。しっかり頑張れよ。 Yes, you got this。 オイラ、さっきから気になってたんだけど、ヨーヨの姉弟子ってまさかオイラたちの知り合いじゃないよな。知ってるはずだよ、シャンリン・シージェのこと。前シージェからあなたたちのことを聞いたもん。シャンリン・シージェって料理のことしか頭にないでしょ。いつも怪我をしちゃったりすると傷口が自分で治るのを待つの。だから身近に世話してあげる人が必要なの。あなたたちもきっとシージェのことで結構苦労したんじゃない。ヨーヨーから感謝するね。Oh si Yoyo yang itu bantu si Xiang Ling. Oh, aku baru tahu. I mean, wah, nggak tahu sih kalau dia ada di belakangnya itu ada Radis. Makes sense maybe. Dan dia bisa masak sih waktu pertama kali ketemu kan. Jadi gua kayak nganggapnya kayak Xiang Ling kayak gitu.Orba itu senior. Beo, antesan sampai di mention tadi siangnya. Pemadam ping lagi. Oh, Shisho. Gome, Shisho to aisatsu shite kuru ne. It's okay, Yoyo. Ore, ore. So isogazu to mobaya wa ittari sen yo.本当にあなたという子は。ヨーヨー、もう何日も師匠に会ってないから早く会いたかったんだもん。よしよし、ヨーヨーは一番口がうまいの。おや、あなたたちじゃったか。怪盗祭の時期ってことで友達に会いに来たのかい。ビディンス、まだピン？ピンバーや、半分当たりだぞ。オイラたち、
このドボルザークおじさんを助けるために七星のところまで連れて行ってやろうと思ってたところなんだ。あ、喋ったね。え、来たら。こんにちは。私はフォンテーヌから来た音楽家で、イリデッセンスツアーの主催者の一人です。この名前をお聞きになったことがあるかどうかはわからないが。師匠、師匠、イリデッセンスツアーってとってもすごい音楽祭だよ。バーヤもまだ知らないことがあるの。音楽祭か、良い響きじゃ。If we could add some musical element of lantern, right? オイラも気になるぞ。ピンバーヤはどう思うんだ？大先輩だし、なんといってもリーウェイのいろんな伝統文化に詳しいからな。意見を出してくれたら、やるってなったとき、より方向性を決めやすいと思うぞ。つまり、その…ピンバーヤは新しすぎるとかって思わないか？それか他に心配事があったりは。そんなことあるはずないじゃろう。音楽は歴史と文化の証であり、異なる文化の間に渡される架け橋でもあるのじゃ。時代は変わっていくものじゃ。今の若者たちが愛する音楽もバーヤの時とは違うかもしれんの。じゃが、良いものには人を引きつける力がある。むしろ、とても楽しみじゃ。おお、私の祖母以外に今まで見た老婦人の中で、あなたは最も賢い人だ。みんな揃いも揃って本当に言葉が甘いの。ようよ、次からは甘いものは少なめに配るんじゃぞ。師匠、今日はご機嫌だから冗談まで言ってくれるんだね。ほれほれ、まだやることがあるんじゃろ。早く自分のことに戻りなさい。時間を無駄にしてはいかんよ。Using terrace, okay. Yo, good. Tunggu, itu bukannya alat kembang api ya yang lantern kemarin tuh? Wah, ya, ada gajah.総務士に回答祭のことを伝える際、お祭りが近いからといって怠けた心を持たないようにと必ずお伝えください。わかりました、カウン様。では先に失礼します。カウネーネー。ヨーヨー、どうしてここに？カウネーネが前に欲しがってた薬草、ヨーヨが全部取ってきたよ。それからほら、スイートフラワーの種も一つ摘み。あとね、あとね、この干した青春の葉っぱでお茶を入れるといいよ。体にいいんだ。ヨーヨ、最近ネーネのお仕事が忙しいのは知ってるけど、働きすぎはダメですからね。また草むらで寝ちゃわないようにちゃんと気をつけて。この二人は何なんだよ。物分かりのいい妹とぼんやりした姉ちゃんの会話みたいだぞ。Looks who talk. コン。I'm a. You are running your butt again.ありがとうございます。
でもパイモンさんの言う通りで、私は仕事以外だと確かに油断しがちです。改善しないとですね。あ、世間話に気を取られてしまいました。こちらの方は？あ、オイラが紹介してやるよ。なんだよ、オイラ話すスピードが速すぎたか？確かにちょっと複雑なことだよな。もしどこかわからないとこがあったなら、オイラがもう少し詳しく話してもいいぞ。少々難しいですね。え？怪盗祭は毎年の一大行事として、素晴らしいものにするだけではなく、さまざまな好みを持つリーユエの人々が満足するものにしなければなりません。イリデッセンスツアーはリーユエにおいてそれほど知名度が高くないので、皆さんがどう思うかは隠しがたいと思います。いや、ルガシ、もしこの催しに全てをかけるとしたら、リスクはかなり高いと思います。そう、あなたの言う通りだ。わかります。ですから元の計画は通常通りに進めます。しかし新案にイリデッセンスツアーの公演を今回の怪盗祭の目玉イベントとして提出したいと思います。おお、ファイナル。怪盗祭の夜は音楽祭という形でお祭りの楽しさを増やします。舞台は、そうですね、港口にしましょう。 So we are not stealing anyone thunder? はい、私もそれがいいのではないかと。この案をなるべく早く完全なものにするためには少しだけ時間が必要です。要点を分析して、損得について詳しく話して、それから一番重要なのはピンと旅人さんも認めている旨を記すことです。そうすれば七星もきっとこの案を真剣に審査することでしょう。ドボルザークさん、リーウェイに来ていただける音楽家たちの人数や規模、それから食事宿泊に関する詳細条件の決定についてですが、あなたの助けが必要です。ええ、そちらで話しましょう。カンオの仕事ぶりって相変わらず頼りになるよな。Yeah. うん、ヨーヨもそう思う。師匠が言ってたの、人にはそれぞれ得意なことと不得意なことがあるって。だからカウネーネも自分が全部すごくなるなんて無理はしなくていいんだよ。身の回りのことはヨーヨに任せていいから。わあ、ヨーヨ、オイラのことも世話してくれないか？オイラ、またお腹が空いたぞ。アイモン、You are trying to free load again. もうカバンが空っぽになっちゃった。でも、あなたの好みを書き留めておくから、次からはあなたの好きな食べ物を持ってこれるよ。ハスの花パイ以外にも、まだあるかな？スライム。こちらでいかがでしょう。まだ補足が必要ですか？いや、かなりいいよ。もう私には何の改善点も思いつかない。わかりました。では草案はこんなところにしておきます。もう一部書き写しますね。いいところに来てくれましたね。こちらはちょうど一段落ついたところです。 That was quick. 恐縮です。今は一刻を争う状況ですので、すぐに七星へ案を提出してきますね。少々お待ちください。ヨーヨー、いろいろと持ってきてくれてありがとう。ちゃんと忘れないよう食べますね。
ちゃんとお茶として入れるんだよ。タオネーネ、葉っぱをそのまま食べたりしないでね。はい。わかるタオネ。じゃあ、ヨヨもそろそろ帰るね。外に長くいすぎると、弟お母に心配をかけるから。ニーニーネーネにおじちゃん、安心して。すべてはきっとうまくいくよ。少し早いけど、ヨーヨから怪盗祭を祝して。ありがとう、ヨーヨー嬢ちゃん。怪盗祭を祝して。また一緒にご飯食べような。ナイス。They put and wait for 2 hours. What?あのカンウさんという方は隅々まで気の回る方なんだな。彼女を見て私も反省したよ。私たちが失敗したのは予想外の状況に対する準備が足りなかったからじゃないのかってね。おお、ミスダディ It's just time after a bit jump.どうやって見えたプロペレーション旅人にパイモン、それにドボルザークさん、こんにちは。私のことは国政と呼んでください。国政、ことの経緯はすべて分かったから、まずはみんなが一番気になる結論から言いましょう。七星は関羽の案を通したわ。これからは私が七星を代表して公演の準備に協力するわね。褒めすぎよ。これはもともと七星の仕事の範疇だもの。私たちはただことを前へと推し進めているだけ。それに私からしてみれば、新しいものや変化を求めるっていうのが私のスタイルだもの。だからこういう貴重な提携の機会があることは身に余る光栄だわ。本当に感謝するよ、国政さん。このところ立て続けに何回も失敗して、もはや疲れてきていたんだ。今回もまた同じ結果だと思って、全く希望なんか抱けなかった。それがまさか、こんなに順調に進むなんて、まるで夢のようだ。うん、そろそろみんなを呼び戻す時だな。ハイレベルなステージがあるんだ。しっかり実力を見せないと。お、おじさんもなかなかやる気が出てきたな。安心してくれ。これからのことはすべて私の得意分野さ。Wow, tak kenapa semangat Anil mau pengen tahu musik dari Fontaine kayak mana loh? 音楽語るもの、音楽で語らないと。What about your attention? あれか。あっちについては後からゆっくり。Yes。は？ガン？どうしたの？そちらの件についても聞いていましたのに、あの時は案を出すことに気を取られて、完全にこの件を忘れてました。気にしないでくれ。私は探したい人の顔すら知らないんだ。どう考えても容易いことではないさ。カンさんも。私を気にかけてくださる必要はない。あなたの力はとても重要なんだから、この賞と怪盗祭全体に使うべきだ。あの時聞き終わった瞬間にふと思いついたことがあって、例えばその女性は天女というより仙人だった。どう思いますか？It's definitely possible. ドボルザークさん、実は私は反戦の獣なんです。この体には人と先住キリンの血が流れています。根源をたどるということの背後にある意義が私にはわかります。私も似たような行動をとって
自分の帰属するところを探そうとしましたから。仙人、反戦、麒麟の地、このリーウェという場所にある仙人の噂は全て本当だったのか？芸術による脚色じゃなかったのか？本当だぞ。まあそんな簡単には会えないけどな。絶雲の間なんて見てる限りじゃ何にもないのに、全然自由に行き来できないんだ。はい、とにかくもし失われた音楽の一部分やリーウェイの民間文化を探すのでしたら、私はお役に立てないかもしれません。ですが、もし最終的に具体的な人を探すことになれば、私の方で何とかできると思います。なるほど、現状は把握したわ。カンウ、私たち二手に分かれて行動するのはどうかしら？はい、私もそう考えていました。分かったわ。私とドボルザークさんは公演が順調に進められるように町のことを解決していく。カーンは自分の人脈で人探しを手伝ってあげて。手元にある仕事の量はどう？時間は割けそう？寝なければ2日ほどで終わると思います。待って、寝ないのはダメよ。As long as I don't sleep. たとえ君の体に先住の血が流れているとしても、連続で働き続ければ大きな負担がかかるわ。うわ、国政の口からそんな話が出るなんて。死別れて3日なれば、すなわちさらに活目して相対すべし。努力さえすれば人は3日で成長できるんだから。ふん、休むことも大事だってことくらい私だって分かってるわ。もう、OK。では、3日であればいかがでしょう。いいわ、あなたの都合に合わせましょう。もしお時間があるのでしたら、付き合ってもらえないでしょうか。あなたは、仙人の方々との付き合いも広いですし、リーユへの民からも人望が厚い。いてくだされば、私も安心できます。Of course. よかった。では3日後にここで会いましょう。おじさん、オイラたちからの朗報を待ってろよ。本当に、なんて優しい方たちだ。私は本当に。仙人でも子孫でも、オイラたちが見つけてやるよ。そんで、一緒に公園を見ようって誘ったところを想像してみろよ。絶対にぎやかになるし、感動的だぞ。きっとみんな楽しくなるぜ。これこそがお祭りだよな。 I'm sure doing that got you your feels the same way. あなたたちの言う通りだ。わかった。では私は実力のすべてを今回の回答祭で出し切ろう。話はここまでにしましょう。ドボルザークさん、私と一緒に公演場所を確認しに行きましょうか。おお、オイラたちも連れてってくれ。そういえば、みんなは音楽をどう見てどう理解してる？え、音楽はいい感じの響きがするもの？ぶっちゃけて言えば、私はずっと人々にとっての音楽とは何かを探してるんだ。公演が終わったらまたみんなの答えを聞かせてほしい。 OK。 Tak langsung ke bawah dengan glider. Normally kita nggak bisa ngangkat orang pakai glider. Kita bisa glider juga, maybe. Aku melihat sesuatu yang bagus. 100分、何かあったの？行幸様の指示により、
怪盗祭の前に不安定要素を排除するため情報収集していたのですが、雲来の海より妙な旋律が聞こえてくるとのことで、勝手に深入りしては良くないと思い行幸様に報告しようとしていたところでした。でも緊急事態ですから、こうしているうちに処理に一番いい時期を逃してしまうんじゃないかと心配で。わかったわ。じゃあ私が。Let us handle this one。そうだぞ。国政も忙しいだろ。町の方だってまだあんなに心配事が残ってるのに。ここはオイラたちに任せろ。どんな突発事件も解決できる能力があるんだからな。なんでしたっけ。旅人さんがいてくださるなら大丈夫だと思います。お二人にはご迷惑をおかけします。行幸様には私の方から事情を説明しておきますね。おう、行幸によろしくって伝えといてくれよな。じゃあ君に任せるわ。行ってらっしゃい。気をつけて。二人ともお気をつけて。Apa dengan kembangan? Oh, gila ini keren juga ini doknya sekarang. Oh, mereka bilang apa? 彼女が運関車の曲芸人と連絡を取ってくれるのね。わかったわ。じゃあなるべく早く皆さんに練習場所を手配するわね。今晩で終えるつもりで行くわ。国政さん、どうもありがとう。はあ、リーユエの友人から疾風迅雷のように動くと聞いてはいたが、当時はまだその意味をよく分かっていなかった。今あなたの仕事ぶりを見てぴったりな言葉だと分かった。感動してしまったよ。リーユエの文化は本当にすごい。もったいないお言葉ね。Oke, oke. Oke, kita ke ada melodi ya. I. E. Aku penasaran ini siapa ya?百文が言ってた場所ってこの近くだよな。旋律なんて聞こえないし、人影も。こんな場所に来る暇人は誰かと思えば、おイエラ君たちだったのね。イエラ、お前はなんで足音を出さないんだよ。びっくりしたぞ。でも君たちは元気そうね。そこまでびっくりしていたわけでもなさそうだったし。おその通りだけど。No, know anything about the strange music? あら、君たちもこの件で来てたのね。そしたら、いろいろ説明する手間が省けるわ。ついてきなさい。この家の周辺はすでに調査したわ。安全よ。Oke, ada sesuatu berarti sih. Oke, rumah Luhwa Pool ya. Demo, doa no yoko ni aru hoka no nimutsu wa kirei da zo. Nanda ka chotto mae made koko ni sunde ta hito ga ita mitai da na. Oke.この家の中、見た限り空っぽだな。何の貴重品もないぞ。お。ドアや窓を調べてみたけど、
何の異常もないぞ。こじ開けられた可能性はなさそうだ。あ、トイレラン。変だな。悪いやつに根こそぎ持っていかれたみたいに何もないのに、全く抵抗の痕跡がないなんて。もし家の主人がいない間にこっそり忍び込んだんだったら、ドアや窓に痕跡がないのは説明がつかないよな。そんなに細かく調べたんだから、ここで何が起こったのかは推測がついた。イエラン、何か証拠を隠してないよな。私は君たちと同じ側に立つ人間よ。君たちを困らせてどうするの。わかった、負けを認める。オイラ思いつかないぞ。君は、君も負けを認める。 It's difficult to theorize with so little evidence。 ええ、確かに思いつきにくいでしょうね。正直なところ、私もたまたま関連する知識を持ってたから糸口を見出せただけ。ずっと昔、リーユへの郊外には山賊たちがいた。彼らは村を襲う前に決まって角笛を吹いたの。あの怪しい音楽は決して雰囲気を盛り上げるためのものではなかったわ。あれは弱者に対する威嚇であり、ある種の警告でもあった。村人たちは命を守るため、そんな夜はすぐに家から逃げ出し、財産もできるだけ持ち出した。他のことまで気にかける余裕はなかった。その後、山賊たちはもちろん捕まったわ。ただ恐怖の影は永遠に村人の心に残ってしまった。昔のあの旋律を耳にした途端、無意識のうちに山賊が来たのだと思ってしまい、慌てて逃げ出す。今私たちの目の前にある光景を作り出した犯人も、まさにこの点を利用したのよ。そうだったのか。私たちの被害者は肝がちょっと小さかったけど、おかげで危険に遭うこともなかったはずね。そうすると大事なのは、どうやってこの模倣犯を見つけ出すかってこと。If we use elemental sight、普段ならきっといい方法なんでしょうけど、今日はダメね。周りを見てみればわかるけど、この犯人は旋律を悪事に利用した以外に逃げ方も心得ていたようね。土壌に足跡が残らないようにわざと土の道を避けている。それに操作に慣れた者にも気づかれないように、元素の染みついた道具は何も身につけていなかったみたいよ。でも残念だけど、私は追跡の専門家よ。この程度の手口なんてことないわ。なんかオイラたちイランについていけば良さそうだな。 OK で、ポッ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 。ええ、しっかりついてきてちょうだい。安全を追求するなら、きっと草木の生い茂った道を選んだはずよ。低木や木の枝を折らないで済むようなね。オッケー。ほら、ここを見なさい。とても浅いわずかな痕跡だけど、すごく不自然よ。これは植物の上で重いものを引きずった跡だわ。どうやら方向は間違ってなさそうね。おー、オッケー。犯人の進む速度が速くなっている。一般的に言えば、重いものを持ち歩くときって時間が経つほど体力の消耗が大きくなるものよ。
なのにこういう異常を見せたってことは、きっと心理的な要因があったんだと思うわ。例えば、もうすぐ拠点に着くとかね。おお、あったよ。くっそー、また砲塔団かよ。もうすぐ怪盗祭なのに、ちょっとはおとなしくしようとか思わないのか。さあ、一網打尽にするわよ。Ini mirip yang kayak lantern yang kemarin loh, yang di King Sevilles. Oke, saatnya kita mulai tangkap.Orang bangun kau. Hai, kucing. Oi, omae ra wa dare da? Doko kara kita? Ee, shouko wa tashika ne. Sa, jihaku sureba oome ni mite ageru. Watashi no kannin bukuro no o ga kirenai you ni furumau koto o osusume suru wa. Baka na koto.お前らが怖いもんか。なら、もう少し怖がった方がいいわよ。え、でさ、オランディリーか。やっ。かかれ。タン。お、バカ言えなんだ。よっ。こんなに手強い奴らだったのか。だが、こうなってしまった以上、やる気はない。急がなくてもいいのよ。行くぞ。お許しを。あら、叫ぶのがちょっと遅かったわね。危うく手が止まらないところだったわ。悪かった。俺が悪かった。本当に反省します。どうか多めに。自分で白状なさい。Yes。チャンスは一回しかないから。私に問い詰めさせないことね。じゃないと。はい、分かってます。ほら、もう祭りじゃないですか。自分も物を買って生活を改善したいもんで。確かに俺は砲塔団のものだが、普段はそういった盗みとかスリとかは経験がなくて、いざやるってなると。本当に怖くてできなかったんです。おい、今さら言い逃れかよ。いや、そんな、俺は本当のことを話したまでです。ええ、続けなさい。考えに考えて、最終的に小さい頃のことを思い出しました。山賊が角笛を吹くと、すぐにおばあちゃんは俺たちを連れて逃げ出したものだった。俺は記憶に残ってる旋律でやってみたんです。最初は本当に試すくらいの気持ちだった。まさかあの家の人が本当に逃げるだなんて。それは口まで届けてくれた肉を食べない道理はないだろ。いや、俺はその間違ったことをしたのは分かってます。盗んだものも全部元通りに戻します。どうかどうか寛大に。寛大な処分、あるいは示談で済ませて、牢屋で怪盗祭を過ごすことがないようにしてほしいのね。はい、その通りです。なかなかいい考えだわ。でもね、最初に自白を求めた時、君はチャンスを逃してしまった。一緒に来てもらうわよ。おお。盗品を戻して、私と一緒に被害者を見つけて、面と向かって謝罪をしたら、総務省まで護送するわ。君も被害者だったなら、
あの怖い気持ちは一番理解しているはずよ。恐怖よりもその貪欲さの方が大事だった。だいたいその才能があったらまともな職に就いた方がよりうまく自活できるんじゃないかしら。おっしゃる通り。ここまでにするわ。反省の時間はこれからたくさんあるものね。後片付けはついでにやっておくからここで別れましょう。ジュール。ええ。あれ、まだ何かあるか。今のところあなたたちの情報源はわからないから、念のため帰っても私のことは言わないでちょうだい。捜査も逮捕ももともと君たちがやろうとしていたことだし、この手柄を君たちにあげても間違いはない。受け取ってくれた方が私も嬉しいわ。少し早いけど、怪盗さんよしくして、さようなら。ヴィランってテキパキしてるよな。あいつに任せれば安心だぜ。じゃ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 ーん、突発事件妙な旋律クリアだぞ。そういえば結局あの宝刀団メンバーに例のメロディーを演奏してもらえなかったな。ちょっと残念だぜ。 I am quite curious myself。 だろ、やっぱりお前にも想像できないよな。ドボルザークおじさんと何気なく話してた時、音楽は全部いいものなんだって思ったぞ。普段オイラたちが耳にするメロディーはなんていうかあれだろ、人の気持ちを落ち着かせて、いい思い出を思い出させて、楽しかった体験を連想させたり。まさか音楽がこんなことに利用されるなんて。It comes down to the ill will of the user。 そうなのか。確かにそうかもな。オイラの音楽に対する理解が前よりも進んだ気がするぜ。とにかく事件も解決したことだし、 DU エコーに戻ろうぜ。百聞と突発事件の報酬がオイラたちを待ってるぞ。Do you see Terra Terrastar? Okay, balik lagi ke Liwe. Kita langsung ke kantornya. はい、バイバイ。百聞、帰ってきたぞ。事件はもう解決したぜ。それは良かったです。しばしお待ちください。お二人が来たら報告するようにと行幸様から言われておりますので。二人とも久しぶりね。もう長い付き合いなんだし、行幸はまだ怪盗祭のことで忙しいんだろ。オイラたちに気を使うなよ。長い付き合いだからこそ粗末な対応をしていい道理がないわ。お茶でもてなして少し休んでもらうくらいは当たり前よ。けれど確かにあなたの言う通りね。たとえ他の些細な懸念をすべて取り除けたとしても、目の前にはまだ盛大な公演がある。公演が終わったらイリデッセンスツアー側を招待して今後の提携についても話し合わないと。それから出資の割合も詳しく話して決めなければいけないわ。仕事って永遠に終わらないものね。もう
ことに手をつけてるのか。わお。では、目の前にあるものについて話しましょうか。あなたたちはここに来るまでに、今年港口に置かれている名勝の塔を見たかしら。確か、大きな水鳥の形をしてたよな。どの仙人が原型になったんだ？オッケー、グシア。なるみ聖火神君。チーゲイザー。この名前を覚えているでしょ？チーゲイザー。言い伝えでは、彼は心が広い仙人で、自由気ままに行動し、人に真摯に振る舞うと言われている。It's been too long. I cannot seem to recall. このきらめく搭載の中、栄魂が海を渡って嫌いすることを願う。音楽が流れる水とともに四方へと響き渡れば、天にいる彼らの魂はこの時代の旋律を気に入ってくれるかしら。気に入ってくれると思うぞ。だって行幸の話からすると、仙人も英雄もみんな心が広いもんな。新しい物事に対しても包容力はバッチシだと思うぜ。ならよかった。関羽が伝説の仙女の子孫を探すのを手伝っていると聞いたわ。途中で何か面白い出来事があれば私にも教えてちょうだい。そんないい話、私も見逃せないもの。Absolutely. Okay, kita masuk ke kantor. Apa nih? Ah, teater. Jadi kita kayak suruh ke dance salah satunya. Oh, isi. Oke. Banyak. Banyak. Oh, banyak toh. Oke, berhenti. Wait until the appointment appointed time. Oke. Kocak anjir. Mau ngobrol sebenarnya. Tak. Teng, jam 8. Udah, Slater, ya ampun. Tidak lama juga ya. Nah, selesai hari ini. Oke. Dizing kan? Konnichiwa. Ima.何時でしょうか。カンウ、大丈夫か。なんでもう居眠りしてるんだ。昨日はよく休めなかったのか。いえ、私は大丈夫です。それよりもまずは大事な話をしましょう。帰った後、パイモンさんから聞いた状況を細かく分析しました。
溺れた人を助ける、そして音楽を奏でる、この2点に関しては人でも仙人でもできる人は少なくないとしか言えませんけれど、その音楽が人に生死の境にいる現状さえも忘れさせ、気がつけば岸辺に戻っているというと、おそらく普通の人間は曲に秘められた戦力を感知できない上、彼自身の体周辺に漂っていた力の源もわからなかったために、こういった曖昧な描写になったのだと思います。この話が確かならば、きっと本物の仙人が手を差し伸べて助けてくれたのでしょう。え？フォンテーヌで言い伝えられた話はまさか本当だったのか？でもあいつらの想像してたその女性の姿ってどんな感じだったんだろうな。おいら気になるぞ。 Maybe they imagine her having wings. 象徴みたいなやつか？いい感じだな。でもリーユへの仙人たちとはちょっと差がありすぎるぞ。そういえばふと気になったんだけど、もし今からカンウが同じように人を助けるとしたら、どんな風に助けるんだ？え、私がですか？人を岸辺まで引き上げた後は、どこか近くの木の後ろにこっそり隠れて相手の状況を観察すると思います。そしてその人が無事であることを確認したら、こっそり離れます。どう言うて。分かったぞ。カンはいいことをしても名を残そうとはしないタイプなんだな。いいえ、その説明するのもとても面倒ですし、人からの好意を受け取ることも苦手ですので。That was acceptable. Jadi terima itu alasannya. Oh, だから当時の仙人もそう考えたんじゃないのか？だから何にも言わずに行っちゃったんだ。ほっ、ふん。わらわはたまたま通りすがっただけ。ついでに助けたまでだ。多くを語るでない。凡人ごときのせいで、危うく金を引く今日が覚めるところであった。ボレー、パイモン、ボレー、ボレー、ボレー。パイモンさんのモノマネ、少し龍雲神君に似てますね。私の知る限りでは、龍雲神君は楽器の演奏を得意とはしていませんが、だからといって彼女である可能性が完全に否定できるわけではありません。今から奥蔵さんに行って神君を見つけて聞いてみるのもいいですね。そうすれば直接確認できますし、それに私はリーユエコーに長く居すぎたせいで、仙人との関わり合いも少ないのです。こういうことを聞きたいなら一番詳しいのは彼女でしょう。ラウドレチェーナルアゲン。いいぞ。リュウオンシン君とも仲良しだし、今回は食べ物を持っていかなくてもいいよな。お祭りの手土産はもう準備しました。ただ You still have some reservation? Reservation? はい。シン君はいつも閉じこもって仕掛けの術ばかり研究していて、ずっと孤独です。人と話す機会があれば、シン君は、仕方ありません。もうドボルザークさんを助けるとお約束しましたから。契約は成立してしまいました。悩んでいるわけにはいきません。お二方とも今すぐ龍雲神君の洞天へ出発しましょう。カンはどうやらすっごい決心をしたみたいだぞ。
こいつの気持ちもわかるよな。じゃあもし今年も龍雲神君がまた世間話をするなら、オイラたちの方で話題をずらしてやろうぜ。あれ、もう姿が見えないぞ。おーい、カウ、オイラたちを置いていかないでくれ。ふう、シングルハーモニー for irreplaceable soul。 OK、 なんか gunung ini dan aucha。 Kira gua bisa cepet gak ya kelarinya? Aku gak tahu kalau ini bisa cepet atau tidak。Berapa hari lagi sih? One day, berarti besok terakhir. Oke, gua masih cepat hari ini. Bentar. Kamu terbang, Paimon. Ryushin-kun, Rusu da nante. What? Wee! Muda ashi datta no ka yo! Shin-kun wa fudan kara hotondo gaishitsu shimasen. Mukashi kara omatsuri kikan chuu wa itsumo hoka no sennin tachi no hou ga kanojo no moto o otozurete imashita. Will she be busy with something else right now? Hai.落ち着いて考えさえすれば、シン君は様々な状況に対応できますから、心配する必要はありません。ここが無駄足だったなら、次は他の仙人の同点を片っ端から訪問していくべきかもしれません。ええ、まだ走るのか？Of course! いい考えを思いついたぞ。 What is that? パイモンさん、どうぞ。オイラたちの今の目的はあの仙人を探すことだろ。確かに音楽は聞こえてないけど、でも優しい仙人なんだから、いつ人が水に落ちたって助けてくれるはずだよな。 You gotta be joking to me。 はい、確かにその通りですが。だったら、こいつが水に落ちるふりさえすれば、仙人をおびき寄せられるぞ。If you are so sure, why don't you try? オイラが泳げないのは、お前も知ってるだろ。本当に、ボコボコボコって沈んでっちゃうぞ。I just think it's a bad idea.オイラを信じてくれ。あ、そっちの水は深そうだから、早く真ん中へ泳げ。あ、あっちへ行け。お茶の。Nice try, Paimon. 何事だ？いや、アンプチや。
話せねえぞ。もう、なんともないか？神格、コウマ大使。早くなんとか言えよ。どうやに説明させるのか。わかったよ。オイラが言えばいいんだろ。オイラたち今、音楽を演奏できて、溺れた人も助けられる仙人を探してるんだ。でも、仙人たちはずっとおとなしく洞天にいるわけじゃないし、見つかったとしても、情報をつかめるとは限らないだろう。我ではない。わかってるぞ。仙人は女性だったはずだ。我が仙人でないこと、旅人とパイモンは知っておるはず。おいらが悪かった。認めるぜ。こんなに気まずい状況になるって分かってたら、変にアイディアを出さなかったぞ。Sorry for troubling you both. 無事ならいい。You are leaving already? 我の知る限り、夜叉の中に、お前たちが探しているものはいない。それから、このようなやり方は気が気でない。次からもう試すな。コウマ大勢は、そうですね。ペッタッ、ノー！返事するのも気が引けました。神格、近頃の修行はうまくいっていますか？怪盗祭の間、予定がないなら、一緒にリーユー校に戻って過ごしませんか？今年は師匠と一緒に過ごすつもりなのだ。だが。あ、リュウシン君といえば、最後に会ったのはいつですか？今日だ。朝早くに出かけ、古老山の方へ行ったが、先方で、鍋の形をした仕掛けを守っているのを見た。おそらく利水定山神君へ送るものだろう。詳しくは聞いておらぬ。さっきはちょうどいなかっただけだったのですね。とりあえず皆さんはこのまま話していてください。私は手土産を同店へ置いてきます。うむ、すまぬ。今の感じ、神格とカーンはだいぶ仲良くなったんだな。ああ、夏と冬は師匠と共に修行し、残りの時間はリーユエコーで俗世の生活に順応している。彼女は我のために町での住処を手配して、いくつかの仕事まで進めてくれた。だが我が彼女の周りにいる人間の真似をして、カンウ先輩やカンウお姉様と呼んだら、やめてくれと言われてしまった。学ばねばならぬこともあれば、学んではいけないこともある。覚えるのが大変だ。Can you just doesn't want you to be bold tales around her? なるほど、覚えたぞ。そういえば、二人が師匠に会いたいというのは、探している仙人と関係があるのか？そうなんだ。あ、神格は山で修行してるときに何かの音楽を聞いたりしてないか？音楽とは何だ？お前を喜ばせたり落ち着かせたりする声とか音のことだぞ。
張り詰めてたり、あと怖かったりする音も入るのかな。行ってきました。シン君は置き手紙を見れば私たちを見つけられます。もう無駄足になる心配はありません。おお、便利だな。ちょうど音楽の話をしていたところだ。それのことなら毎日聞こえる。ついてきてくれ。え、本当かよ。じゃあ早く行こうぜ。Follow Sand Head to her cultivation. Okay. Mana ni?Wah, berarti sekarang gue tahu siapa yang biasanya nolong kita tuh kalau kita tenggelam, antara Xiao atau si Shenhe ya. Tidak terprediksi itu rupanya. Tapi bisa jadi si itu si Geyser maybe namanya. Gue gak tahu sih tadi Ningguang itu sebutannya apa tadi.Oh, dia di sini. Gila, dia cepat juga ya bisa loncat ke atas itu. Untuk latihan meditasi gitu. Koko da. Itsumo koko de ongaku to tomo ni shugyou suru no ga suki de na. Momo.ももどうしよう。おいら耳がダメになっちゃったかも。何も聞こえないぞ。ビス。鳥が鳴いて水の音がサラサラ。このような落ち着く音はヌシらが探しているものではないのか。あ、おいらさっき話の途中だったぜ。もうオイラが悪かったよ。シンカク、オイラたちが探しているのは自然の音とかじゃなくて楽器とかで奏でる旋律のことなんだ。旋律？ Go on, Fiver. Sing us a nursery rhyme. 子供扱いするなよ。ふん、童謡は歌えるけどお前に言われた通りにするのは嫌なんだぞ。あのな、お前が自分で歌えばいいんだろ。神格も聞いたことあるあれとかさ、そしたらわかりやすいし。All right. それって。この前ウンキンが劇で歌ってた歌か。ああ、いや、とぶっ通せんね。そうだな、その旋律なら音楽って言えるぞ。過去に戻ったような気分になった。目を閉じれば空を舞う満天の小灯が目の前に浮かんでくるような。まるでまた皆と一緒に軍玉閣で祝杯をあげているかのようだ。ウンキンのステージを見たとき、胸の中が温かくなって、酒が腹に入るときさえも温かさを感じていた。今日再び主からこの歌を聞いても、当時の気分はまるで変わらぬ。音楽にこれほどの力があるとはな。神格、オイラが思ってたよりもずーっといっぱいの感想が出てきたな。音楽って確かに人にいろんなことを思い出させるよな。まるでオイラたちが今まで経験してきた全てのきらめく瞬間をギュッと濃縮してくれてるみたいだ。パンはどうだ？
何か印象に残る旋律とかないか？両親が子守歌を歌ってくれたことがあるかどうかはもう覚えていません。リーエの民謡以外に今思い出せるのは不倒の船員たちの歌声、老舗の商人たちの呼び売りの声、そして街に聞こえてくる奏者の弾き語り。All the sound of Liyue Harbor. その通りです。以前はこのような旋律を聞くたびに距離感を感じていました。民衆にとって私は人でないものでしょ。私は人の芸術や感情をうまく理解できず、その生活に溶け込むこともできませんでした。少なくとも以前の私はずっとそう思っていました。でもだんだんそれらすべてが自ら思い込んだだけの束縛のようなものなのではないかと薄々感じるようになりました。それらの旋律から私が感じたものは他の人が感じたものと大した違いはありません。太陽が昇って月が落ちて、日々の出来事や人情の移り変わり、出身が違ってもみんなそれぞれの生活を過ごしていても、とても平凡な日常があって、街で見聞きすることがあって、結局みんな同じですよね。 Yes. そうだな。カオンも早く歩み始めようぜ。オイラが友達を数えてやるからさ。上司は置いといて、覚醒とか神格とかはどうだ？あいつらだってそうだろ？そう、我は友達だ。同じ死についていることを考えれば、兄弟弟子としてお互いに呼び合うべきなのだろうが、我が友達の意味を理解した今、我らの関係は友達と言った方が近い気がする。皆さんありがとうございます。春になって花が咲いたら、国政を連れて共に我が家へ遊びに来るとよい。さまざまな花を植えているから、中には主が好むものもあるはずだ。そんな、申し訳ないです。友達なのだから遠慮する必要はない。栽培や手入れの方法はすべて主が教えてくれた通りにやった。だから主が意見してくれれば、次はもっといいものができるはずだ。観賞用のものは分けておくから、残りは全部食べていい。それでは先にお礼を言わせてください。あ、ここはお言葉に甘えてと言った方が正しいのでしょうか？そうなのか、我にもわからない。もうそんなことばっかり気にすんなって。それにしても女子会なのに集まって花を食べようとするなんて、さすがはあの船長の弟子って言うべきか。 I doubt Kekin will be munching on any flower. 不敬な真似をしておるのは誰だ？わらわを鮮明ではなく船長などと呼ぶとはな。師匠、シンク出た。これぞ天から降りてくる大船長だ。この方ではなくこれだと。しばらく見ぬうちにお前はますます調子に乗るようになっておらぬか。まあよい、
ここはわらわが大人になってやる。カウンの書き置きは受け取った。お前たちが探しているものにはわらわも心当たりがある。どうだ、わらわについてくるか。 Yes, please. What, retainer? 我にはまだ修行がある。師匠や主らと共に行くのは遠慮しておこう。うむ、日が暮れたら先府でわらわを待っておるといい。せっかくの祭りだ。己の思うがままに料理を楽しむのだぞ。Happy lantern, right, Sandy? 消灯を飛ばしたかったらいつでも来てくださいね。ありがとう、怪盗祭を祝して。Oke, berarti kita lanjut. Karena slot returnnya sudah datang. ここへ連れてきたんだ。紀州という名についてカーンは無論知っておると思う。おんな、お前たち聞いたことはあるか。I definitely heard it somewhere. 紀州とは塵の魔人ハーゲントス。彼女は元気な性格で発明と賑やかなことが大好きだった。はるか昔、ここの町はまだ繁栄していた。紀州はよく友人を自宅まで連れて行き、その一番大きな石の食卓へと座らせたものだ。鳴海製菓のやつはいつも誰よりも先に新しく集めてきたお宝を卓上に並べておった。ふん、あいつは性格は穏やかだが、好きなものに関する話となるといつも自慢ばかりなのだ。覚えてるぞ。まさかあの鳴海製菓神君だったなんてな。彼はわらわたちの旧友であり良き好敵手だった。やつのことを思い出し始めるとまたいろんな思い出がよみがえってくる。やつがお宝を出すと途端に皆は落ち着かなくなってしまうのだ。我先にと強化を競い始めるのだからな。わらわと紀州ももちろん他の者に遅れを取ってはおられぬ。それでそれぞれ自信のあるからくりを食卓に並べるのだ。仙人というものはそれぞれの能力を持つがゆえに誇り高いものだ。そのせいでわらわはいつも鳴海製菓と言い争っておった記憶があるな。何せやつが得意なのはただのお宝探しで、手持ちのお宝の中に自ら作ったものは一つもなかった。いつも己の手で作り上げているわらわと比べれば遠く及ばないのだ。しんくん、またムキになり始めちゃいましたね。話を戻そう。まあそういう時、紀州は高みの見物を決め込むやつだった。口喧嘩に混ざってくることもあったが、多くの場合は皆と共にザレ言を言ってきたものだ。ザレ言って？それこそ何でもありだ。時にもう口喧嘩はやめましょうよ。
どうせ二人とも私に勝てやしないんだからなどということもあれば、時にあの二人の喧嘩が終わったらみんなで一緒に山を降りて焼肉でも食べに行きましょうなどと。彼女のことだ。あれで皆を元気づけようとしていたのだろう。まあ確かにそれなりのコツを知っておったのは認めてやる。何せわらわを不快にさせたざれ言は一つもなかったからな。それに彼女から船長だの白いのだのとは呼ばれたことがない。お前そんなぐちぐち言わなくてもいいだろう。とにかくわらわたちが議論に燃えているといつもかまど神マルコシアスがおいしい料理を持ってきてくれた。かまど神の顔を立てぬ者は無論いなかった。皆争いをやめて食卓を片付け宴を始めるのだ。そういえば当時帝君が持ってきてくださった杯はいつも真四角なもので、わらわは習慣に合わないとよく文句をつけていたのを覚えている。だがお前たち四角い杯など使うか？I don't think I really mind. お前は思いやりがある。それも良い。美徳の一種だ。かまど神の料理を作る腕については、わらわですら文句をつけがたい。食事中、紀州もまたいろんな話題を持ち出して、ああだこうだと、皆の笑い声は止まらなかった。あの老骨どもには、それぞれ悪癖があったにもかかわらず、やつらと一緒に食事するとなるとあんなにも楽しかったのはなぜだろう。わらわは高いところから日が昇り月が落ちるのを見届けて、時が来れば宴はしまいだ。歌人老一神君はそのまま残ってよく紀州と一緒に短い花見をしてから帰ったものだった。あの頃は瑠璃瑠璃がここからあちらまで花の海のようにそこら一面を覆い尽くしていたのだ。歌人老一神君ってピンです。皆さんよくご存知のピンバーヤのことですよ。何？なるほど、あいつか。って違う。昔話は面白かったけど、オイラたちは鮮魚を探しに来たんだろ。それとも鮮魚ってその紀州のことか。でも当のそいつはもう、はあ、わらわがこの地をずっと訪れなかった理由はこの廃墟に触れて心を揺さぶられるのが嫌だったからだ。お前がこのように請求にあれこれ聞いてくるせいで、わらわの感傷的な気持ちが無駄になってしまったではないか。まあよい、今から詳しく説明してやる。お、ありまし、ありまし。仕掛けの術のことでよく紀州と言い争ったものだった。互いの言い分をどちらも譲らなかった。わらわはかつて二種のからくりを批評してもらうため、最も公正なる岩王帝君を宴に招いた。なんと帝君は紀州の栄子からくりの方がやや秀でるとおっしゃった。おぬし、気にしたくはないのに、わらわは分かっておるのだ。仕掛けの術において紀州は確かにわらわより一枚上手だった。紀州と歌人の物語についてはある鈴のことから話さねばならぬ。仕掛けの術が作曲家にとって変わることはなくとも、その質はそこらの作品と変わらぬと紀州は考えていた。対して歌人は
音楽は魂の発する感情ありきの声だといい、カラクリが自発的に作りはしないと考えた。やっぱ二人があまりに争うから帝君を呼ぶしかなかった。やがて帝君は鈴を持っていき、さまざまな儀式に使った。それからあやつらはよく山に集い、音楽や仕掛けの術、そして人間社会のあれこれを議論するようになった。だがそんな光景も長くは続かなかった。魔人戦争が起こり、桐原も戦火に巻き込まれたのだ。やがて紀州は敵に敗れ戦場で散った。わらわや家人が着いた時、廃墟に残されていたのは旧友の死骸のみだった。その後家人の要望のもと、岩王帝君は先人の鈴を彼女に持たせた。わらわも旧友の考えを継いで紀州旗を少々改造し、思いを託したのだ。小刀は飛んでは落ち、人もまた集まっては散りゆく。何を見ている、桐原か。この山水を見ている。おっと、スピリア。人が死ぬは灯火が消えると同じ、千人もまたしかり。いつの日か我らも皆塵になって土に帰り、この世に帰るのに。おっと、まだビー。わらわは淡泊な性格ゆえに感情も控えめで交際を好まぬ。紀州との付き合いも仕掛けの術の議論によるものだ。Wow, that was so sad. でもお前は結構友達が多いし、おしゃべりも上手だと思うぞ。人前でひるまぬことと友人作りが好きということが等しいわけではあるまい。わらわのようなものを陽気な内向型というのだ。そもそもわらわは歌人老一とは違う。あやつはキリッとした性格だが、それでいて繊細さも合わせ持つ。その上口も利く。紀州との友情といえば、あやつの方がわらわより深いはず。あの二人はかつて好敵手だったからな。何度も作曲で勝負したことがある。その先人の鈴も紀州の自信作だぞ。作曲だけでなく演奏だってできる。変だな。先人の鈴はピンバーヤが旧友から借りたものだって言ってた記憶があるぞ。若い頃綺麗なものが好きだったからとかも言ってたよな。綺麗なものが好きだったからだと。バカを言うでない。この鈴には悲しい思いが秘められておる。言い出せるような時でもなかったゆえ、あえてお前たちにはそういう風に告げたのだろう。それに旧友となると他に誰がいるというのだ。当時勝利という名の人が鈴を借りたいと言っておると聞いた歌人老一はすぐにそのものを帝君だと推測した。その上帝君が重要な決断を下したと判断したのだ。長年の付き合いであるゆえ、そのくらいのことは互いに思い当たるというわけだな。合言葉みたいなもんだったってことか。すごいな。話がまたそれてしまった。どこまで話した。ああ、思い出したぞ。先人の鈴は仕掛けの術によって奏でられる伴奏にぴったりなものだ。
総選の儀式においても幾度かその力を発揮してきた。その後、歌人老一があえてそれを持っていったのは曲を作るためではなかった。彼女が鈴を揺らして音を出すとき、奏でられる旋律はいつも紀州が作ったあの曲だった。あの二人は音楽において思想のぶつかり合いがあった。しかし誰も思ってもみなかったことなのだが、紀州が言った後、歌人老一が金をつまびいて彼女を忍んでいると、二人の作った旋律が次第に一つになっていったのだ。歌人老一もかつては賑やかなことが好きな性格でな、お酒や歌が好きだった。しかし紀州が行ってしまった後は他の者とあまり付き合わぬようになった。いつも一人で山頂に座って金を引きながら考え込むようになったのだ。その音は悲しみに満ちていたり穏やかだったり、感情が高ぶったり。何年過ぎた頃かは知らぬが、やがて奴はようやく満足のいく曲を作れたようだった。雲に向かって曲を奏でることでその喜びを示したのだ。残念ながらわらわがその曲を聴けたのはあれっきりだが、お前たちの調べておる件だが、もしかしたらかのフォンテーヌ人の先祖はその頃水に溺れ歌人老一に救われたのかもしれんな。でもどうしてピンバーヤは満足できた曲を一回しか奏でなかったんだ？ふむ、わらわも気になってしょうがなかった。だから彼女に問うたのだ。こんなに手間をかけて編曲したものをなぜもう奏でないのだと。すると彼女はこう言った。金の弦は切れていないが、子音はもう行ってしまった。龍雲、この曲は誰に聴かせればよい？ピンバーヤ。幼い頃のことはシン君の世話になっていたことしか覚えていません。魔人戦争が終わった後、私は契約を果たすためにリーユー校に残りました。紀州には何度か会ったことがありますが、そんな過去があったなんて知りませんでした。紀州は先を見通すことのできるものであったが、この世から去るのが早すぎた。雲海堂展にある図面は未完成のままで、残された空白を思うといつも忍ばれる。かの仙人を探していなければ、このような王子もおそらく砂人の中に封印されていたのだろう。今お前たちは人を救った仙女が歌人老一神君だと知ったわけだが、彼女とこの件について話すのか？このことでピンが悲しい思いをするのが、シン君は心配なのですか？その通りだ。わらわにとっても歌人老一にとっても、旧友が言ってしまったことはあまり触れたくない悲しい記憶だ。でも僭越ながら、それもあくまでシン君の推測に過ぎないのではないでしょうか？お？というと？ご存知の通り、私はリーユー校に長い間おりますから、多くの人々との別れも味わってきました。家族や親友がいなくなる痛みや辛さは
身に染みて分かっています。いや、juga sih. Bisa jadi itu perspektifnya si Retainer. でも、町も人も前に進み続けているんです。ピンは聡明な人だから、この道理を分かっているはずだと思います。仙女が一人、山の中からいなくなりました。でも同時に、人の世には人生の先輩が一人増えました。私たちは失うこともありますが、得るものもまた増え続けています。いろんな人を助けた彼女は、これからももっとたくさんの人に進むべき道を示してくれるでしょう。そして彼女に助けられた人々は、彼女の友人になって、一緒に花見をしたり、音楽について議論したりしてくれるはずです。親友を亡くすのはもちろん悲しいことですが、人生はそれでも続いていく。その先では、きっと新しい友人が彼女を待っているはずです。Daniel is right. 怪盗祭に音楽祭を取り入れることについても、オイラたちピンバーヤの意見を聞いたんだぞ。いっそのこと、あいつも誘ったらどうだ？もしかしたらピンバーヤのステージが見られるかもしれないぜ。まったく、若者の割にはよく考えておる。じゃあ、シン君も一緒に来ませんか？おお。ピンもあなたとは久々の再会ですし、それに怪盗祭の間、リーユエコーもお祭りのために新しく飾り付けられているんですよ。怪盗祭だからといって何の新しいものがあるというのだ。あやつのことにしたって、会いたければいつでも会える。それは違うと思います。毎日のどんな時間も、毎年のどの月も、それぞれ全く違うものです。ずっと待っているだけというのは良くないです。 If nothing else, do it for Ganyu. ふむ。まあ今回持ってきてくれたお菓子はなかなかのものだったからな。よかろう。わらわは先に失礼する。他の老骨どもがこっそり町に遊びに行っていないかどうか見てやろう。では、私たちもシン君をあまりお待たせしないよう、急いでリーユエコーに戻りましょう。キリハラ、キリシュ。もしちゃんと栽培して手入れをすれば、いつの日か桐原にまた一面のルリユリを咲かせられると思いますか？ Yes, that's a great idea. わらわは先ほどの褒め言葉を撤回するぞ。お前という子はやはり甘い。シン君、まだ言ってなかったんですか？お前たちがずっと動く様子がないから気になって戻っただけだ。次こそ本当に行くぞ。Oke, return to ya ini si pasien anjir si Madam Pink. Teman akrabnya meninggal lah. Ibu itu.Dan gua gak nyangka sih kalau Retainer itu kompetitif banget ya rupanya dia dulu. Tapi berdasarkan pilihan gitu jadinya ini sih. Apa tuh? Sekarang jadinya Liyue sekarang jadi gini, jadi lebih baik gitu. Hebat sih.
その足の速さだけは褒めてやる。わらわもついたばかりだぞ。今日はどういう風の吹き回しだい？みんな揃ってばあやを見に来て。船長のお姉さん、まだ話してないのかよ。何を話すというのだ。それになぜわらわが話すことになっているのか。ピンバーヤと一番長い付き合いなのはお前じゃないか。はあ、歌人そうではなく、ここはピンと呼ぶべきか。龍雲、今日は話し方もいつもよりかしこまっておるのじゃな。その、ふむ。時は怪盗祭、好天に恵まれ、風からは花の香りが。Jadi gugup loh sekelap cerita itu. Kang, omai ni makaseta. Hai. Hajimari wa senzo o sukutta sennin o sagasu Doborzark san ni watashi tachi ga te o kasou to shita koto deshita.龍雲神君から仙楽を奏で水に溺れた人を救ったのはまさにあなただと聞きました。おお、なるほどな。うん、確かにそのようなこともあったの。そんな昔のことをよく覚えてくれておったの、龍雲よ。さらに珍しいのは、凡人の寿命は短いものであるにもかかわらず、昔の出来事がこのような形で今まで語り継がれてきたことじゃ。またあいつの思った通りだったの。あいつって紀州とよく呼ばれておるやつのことじゃよ。龍雲の表情からすると、もう彼女のことは聞いておるんじゃな。はあ、わらわが望んで話したわけではないぞ。よいのじゃよ。怪盗祭はまさにリーウェを守ってくれた英雄たちを記念するためのお祭りじゃ。紀州は今日のこの壮大な景色を見ることはできないが、英雄の名にふさわしい存在じゃった。そのさ、紀州は一体なんて言ったんだ？知恵ある彼女は、人間とは弱き生き物であり、それらを守りたいと初めの頃に言ったのじゃ。だが多くの人と接した後、彼女の考え方にも変化が生じた。人の心はなんと繊細で精巧なものか。その英知や努力はあまりにも輝いていると、あいつはよくしみじみ感じておったものじゃ。そして、決して人の潜在能力を軽んじてはいけないと。少し導いてあげるだけで、比類のない強き力を発揮できるのだと。いつかは人が彼女と同等の力を持つようになり、互いに学び、成長を促せるような存在になるかも、とも言っておった。血だけはよく回るやつだ。あやつが仕掛けの術においてわらわに勝てるのも、そのよく回る口が大半の勝因だったわけだからな。そういえば龍、あのからくりの盆景をまだ覚えているか。
あなたたちが送ってくれたプレゼントじゃ。無論覚えておるぞ。あれを作るのは大変だったからな。あれはわらわたち二人の技術の真髄がこもっていると言っても過言ではない。奇襲はな、すべての草や花が集まってこそ私たちの家だとばあやに告げたんじゃ。目の前にあるこのリーユエと同じじゃよ。ピンばあや、なんだかセンチメンタルになってるみたいだな。She been through a lot in the hard time. ばあやたちの中では彼女ほどこのように賑やかで盛大なお祭りが好きな存在はいなかった。彼女がまだいればきっと飽きもせず龍雲たちと作品の勝負をしておったのじゃろうな。リーユエ校では新年や節句のたびに音楽が奏でられる。音律についてはきっとあやつはお前のところに行って共に鑑賞し語り合ったはずだ。そうだ、音楽。ピンバーヤがその時奏でたのって一体どんな旋律だったんだ。それにそれに、ピンバーヤがそんなに音楽に詳しいんだったら一緒に音楽祭で演奏するのはどうだ。 Yes, by boy。すぐ手配いたします。興ざめなことを言いたくはないんじゃが、金はのう、もうずいぶん長く弾いておらんのじゃ。腕がなまってしまった。曲を弾くたびにあいつのことが思い出されての。ばあやが編曲した旋律を果たしてどう見てくれたんじゃろうな。一時期金を弾くとあいつが隣の石の腰掛けに座っておしゃべりに付き合ってくれておるように感じておった。衣装同点もなるみ成果もみんな昔のまま。時間がどんなに過ぎたとしても曲を奏でるだけで全てが記憶通りによみがえってくれるんじゃ。やはり昔のことを吹っ切ることはできませんか。完全に吹っ切れたというと嘘になるからの。じゃがどれほど悲しいと言っても、悲しみのほかに美しいものもいろいろと見れた。この人の世で生活しているとな、永遠に悲しみに浸りたいと思ってもそれがまた難しいことなんじゃよ。ほれ、ばあやの盆景はとてもきれいじゃろう。素直な心境になって初めて悲しみに直面できる。お前は確かに少し成長したな。とにかく若者の舞台なんじゃから、ばあやは遠慮しておこう。ピンばあやがそう言うなら。ばあや。おや、みんな大勢集まっちゃって何か事件でもあったのか。えんひ、心配無用じゃ。大丈夫じゃよ。みんなばあやに顔を見せに来てくれたんじゃ。いいことならいいんだ。ちょうどいい機会だから私からも挨拶させてくれ。怪盗祭を祝して。ハッピーライトライト。怪盗祭を祝して。あ、私急に思い出したのですが、月海艇での仕事についてエイヒと相談しないといけないんです。それがずっと機会がなくて。
ロボルザークさんの方はお願いしますね。シン君、ピン、先に失礼します。今から？どの分野の事件を？カウン先輩。カウという子はやはり嘘をつくのが下手じゃな。わらわのおしゃべりのコツをちっとも吸収しておらぬとは残念じゃぞ。めったにない機会じゃ。龍、少しくつろいだらどうじゃね。お茶を入れるから、ちょっと話でもしようじゃないか。うむ、わらわもやぶさかではない。今度そのフォンテーヌ人の方に会ったら、ばあやの気持ちも伝えてくれるかい？音楽祭が大成功を収められますようにと。任せろ、ピンばあや。ありがとうね、ばあやの話をいろいろ聞いてくれて。あの旋律についてはいつかばあやの準備が整ったら言ってあげよう。やった、楽しみに待ってるぞ。金の音が再び奏でられれば、彼女もまたリウエコーに舞う無数の砂塵のように、地上や空から近頃の繁栄ぶりを見て、どこかでこっそりと北総へもやもしれんの。じゃあ早速この情報をドボルザークおじさんに伝えてやろうぜ。よし。ピン、わらわたちもこれからはもっと顔を合わせた方が良いのか？無論。しかし、バーヤはリユエコーに長く居すぎた。会うならば、あなたの方に足を運んでもらうしかないの。どいつもこいつも、神格もいつもリユエコーのことをわらわに聞かせてくれる。これではまるで、わらわが聞かせてくれとねだっておるようではないか。リュウ、いっそあなたもこっちに引っ越してくるとよい。ここならばあなたとおしゃべりできる人も多い。仕掛けの術に興味を持つ才能ある子が探せば見つかるはずじゃ。さあな。Wow, so sad but so good. And I tear up. Nah, itu nggak juga itu bisa sampai. こんにちは。そっちは順調だった？順調順調、絶好調だぜ。おじさんが探してた人もオイラたち見つけられたぜ。ほ、本当か？本当か？私の先祖が聞いた旋律は、仙人が旧友を忍ぶために奏でたものだったのか。だからこそ、それほどまでに美しく、人を引きつけたのだろうな。お、おじさんからの第一の感想はやっぱり特別感があるな。こういうのが音楽家が持つべき思考なのか？しかし、やはり信じがたい。かつての仙女がすでにバーヤになっているとは。ひひ、それならオイラから説明してやるぞ。リーユへの仙人ってのはな、基本的にオイラことはないらしいぜ。
ら歌人老一神君、つまりオイラたちのよく知ってるティンバーヤは自分で年を取ることを選んだんだと思うぞ。ティンバーヤは教養があるし、物事の本質を見通せる。たとえ彼女がどんな外見や身分を選んだとしても、その澄み切った心が変わることはないわ。国生の方がオイラより言葉選びが上手だな。ひひ、オイラも同じことが言いたかったんだぞ。ちゃんと、ああ、直接会ってお礼を言わないと。だが音楽祭が終わってからにしよう。今感じているこの気持ちと最高のコンディション、全てをこのショーに捧げたい。 Yes。 あ、そうだ、ティンバーヤから音楽祭が大成功しますようにだってさ。だってさ、あいつはいつもの場所で遠くからだけど、このステージを最後まで聞いてくれてると思うぞ。本当か、はあ、いけない、緊張してきた。Relax, relax. ダメだ、リハーサルをもう一回やっておきたい。皆さん先に失礼する。おじさん、早すぎるぞ、まだ話が終わってないのに。この前あいつ人にとっての音楽の意義を聞いてきてたよな。今回の件でこれも多少は収穫ありってところか。新しい感想があるならぜひ聞かせて。音楽はいいことのために使われるけど、それを使って悪事を働くこともできるんだってオイラたち気づいたんだ。音楽を聴くとみんなは楽しくなったり感動したり、時には悲しんだり懐かしくなったり。音楽は人々の心の中にある記憶で、時空を超えて思い出をつないでくれるってどこかな。 Pretty much. There was more to it than that. 君たちもいろいろあったみたいね。構わないわ、後でカウンが全部教えてくれるはずだから。国生はまだやることがあるのか。ええ、でも後片付けが少し残ってるだけで大変な仕事ではないわ。みんなが喜んでくれるならどんな努力も報われるもの。ハッピーランドライ。ええ、怪盗祭を祝して。これで全部片付いたな。おや、待てよ、何か忘れてる気がするぞ。なんだっけ、初めから思い出してみるぞ。ヨンリあの、こうなんとかのタケノコだ。いや、ゴジュがバルイガだ。あれ、ヨンリや。勝利は急がなくていいって言ってたし、まだ間に合うはずだよな。間に合わなくてもオイラたちのせいじゃないぞ。自分で取りに行かないあいつのせいだからな。まあいいか、そんなことより王城堂に向かおうぜ。ゲイ、ワオ juga baru ingat paku gua sama story-nya ya jadiOh, baru ingat ya. Oh ya, kan kita mau ambil bahan untuk Zhongli ya gitu. Yuk. Yang penting udah ngambil lah. Itu yang paling penting. Oops. Nice hi. The trio. What? Langsung siang. Yo! Dan dan da da dan dan da dan. ダダンダダダンダンダダダンダンダン。よし、そこまで。
あれあれ、珍しいお客さんだね。同志の私と遊びたくて来たのかな。ファウルフードラディレクト。お前たちどうして真っ昼間に往生堂の前でヒップホップの練習をしてるんだよ。 You are breaking me out a little。 我が友よ、しばらく見ないと思ったらあの度胸はどうしちゃったの。ここは山を背に水辺があって空いてる空間も広い。その上見えない観客たちが見に来てくれてるから練習にはぴったりなんだよ。見えない観客。ここ数日付き合ってきて、あたいはやっと風同士の喋り方に慣れてきたぜ。初めの頃は新栄さんもかなりびっくりしてたでしょ、巨大なカエルを見たみたいに。よせよ、痛いところをつかないでくれ。どうしたの、そんな困ったような顔しちゃって。しょうがない、思いやりにあふれたこの私が説明してあげるよ。芸術の才を集めしイルデッセンスツアー、路地裏に潜む詩人の私がこのチャンスをみすみす見逃すわけにはいかぬ。私が詩を書き、新縁が指針を決め、恩先生は繊細な細部を作り込む。レピング。この開幕をのけからもっともビッグな霊下に。Heck yeah。 なかなかいい韻を踏んでていいんじゃないか。って違う、なんでオイラまで踏まなきゃいけないんだよ。でもこんなことして何か安全面のリスクとかはないのか。それについては心配無用だぜ。あたいには舞台の経験があるから、使おうとしてるものの火力についてもユウヘンに事前報告済みだ。信玄がそう言うならまあいいけど。 Have you seen Zhongli, director? 彼はね、素敵な美食の箱を持って山登りに行ったよ。旧友を見に行くんだってね。お？勝利先生ならここにはいませんよ。少々残念ですが、あの方はかなりの玄人観客ですし、信玄さんの公演を心から楽しんでくださっていますから。ntar ikut jadi rapper si Jokli。 おう、最初にここで歌うように誘ってくれたのも彼なんだぜ。でもまさか本当にここで練習できる日が来るとはな。言ったでしょ、私の往生堂はいい場所だよ。皆さんもっといらしてくださいな。毎回新しい発見ができるはずだよ。それは認めます、フータオさんはいつも新鮮な嬉しい驚きをもたらしてくれますから。それにショッキングな驚きもな。そういえば新縁さん、あなたの歌詞について少し考えがあるのですが、聞いてくださいますか。おう、もちろんいいよ。ああそうだ、旅人パイモン、その山は五郎山って言うんだ、間違えないでよ。勝利さんを見かけたらこう伝えてくれる。うん、そうだな、今日は応援しに来てくれても来なくてもいいけど、また今度やる宴会には絶対来てよねって。あなたたちも一緒に来てね、この私が用意した宴会なんだから面白さ満載に決まってる。レボレボレボ、kita dengar dulu apa yang kita lanjutkan。 さて休憩はそろそろいいかしら。皆さん、最初からもう一回やり直してみましょう。うん、先生は厳しいね。お茶を飲む暇さえ与えてくれないなんて。興味津々で私の手伝いが必要だって言ってくれたのはどこのどなたですか。そこでのんびりお茶を飲み終わるのを待っていたら空が暗くなっちゃいますよ。この公演が終わったら、あたいがみんなに夜食をおごるぜ。フータオは何を食べたい。
今日はね、豚肉の油炒めとカニ味噌豆腐が食べたい。夜食にカニ味噌豆腐か。大丈夫だよ、頼れるシャンリンシェフがいるんだもん。おわ、じゃあシャンリンがいい。あれれ、食欲が湧いたら元気も湧いてきちゃった。早速練習しよう。Gila, seru aja. Oke, okay, kita ketemu Amas. Dong Lai. Yoli. Wow, Anda jauh sekali ya, bisa sampai sini. Wah. Oke, okay, kita sudah sampai.見えたぞ、戦力と船長2号だ。グリーティング、ワッツ、オンタクトオプシー。知った顔だ。リーウェイ港から来たのだな。町の様子は最近どうだ。バッチリだぜ。気になるんだったら自分で確かめに行ったらどうだ。昨月は最近よく天候山を散歩しているんだ。おそらくリーウェイ港の様子もとっくにその目で見てきただろう。勝利、やっと見つけた。タケノコ持ってきたぞ。ちょうどいい時に来たな。インパクトタイミング。本格的なエンデューシェンはとろ火で煮込む必要があるが、こういう風に仙人の仕掛けの術によって速成を促せば、ある意味近道ができる。その装置ってまさか龍雲のからくり調理人機だ。買ってもらった。もう煮込み機って呼んだらいいんじゃ。やっぱり何でもないぞ。装置には制作者の気持ちが込められてるかもしれないって考えると、やっぱり勝手に名前を変えるのは良くないよな。また見聞を深めてきたのか。よし、それはいいことだ。昔話を追憶するのはいいが、過度に悲しむ必要はない。世間を渡り歩くこと自体がそもそもある種の経験の蓄積なのだからな。エンデューシェンが出来上がったら一緒に食べてみてくれ。 Of course。 そうだ、勝利、フータオから伝言を預かってるぞ。今日は応援しに来てくれても来なくてもいいけど、また今度やる宴会には絶対来てよね。だってさ、応援って多分怪盗音楽祭のことだよな。宴会にはオイラたちも誘われたけど、まだ詳細はわからないんだ。あいつが何か企んでるってことだけはわかるけどな。ああ、俺はここでこの二人としばらく時間を潰すつもりだから、俺の代わりに祝福の言葉を伝えておいてくれ。宴会の方は同種がそうおっしゃるならば、滑稽であるこの俺が断るわけにはいかないな。じゃあまた宴会でな。なあ、約束する。帝君、エンデューシェンが出来上がったぞ。なあ、すぐ行く。鮮やかな色と香ばしい匂い、うん、この料理装置の技術もなかなかのものだ。わざわざここまで足を運んでくれたのに、無駄足にさせるわけにもいかない。些細な料理だが、包むから持っていくといい。
熱いうちに食べるのがいいぞ。Hey, return to Yue. リュウンがこんないいものを持っていると知っていれば、もっと早く貸してもらうべきだった。我らは仕掛けの術にあまり興味がない上、食すものにこだわりがないのだから、借りてきてもただの置物となり果てるだけだろう。そうとは限らぬぞ。我に少しでも料理の腕があれば、神格が我について修行していた頃も花や草ばかりを食べさせずに済んだはずだ。ならば一つ、後で龍雲からこのようなからくり調理神器を貸してもらうとしようか。いいだろう。俺はもう少し旧友と世間話をするつもりだ。旅人はまだやることが残っているんだろう。開演に間に合うよう早めにリーウェコへ戻るといい。 OK ジョンリー。 OK apa ya namanya? Apa boleh? Jadi ada kemungkinan konten di atas ya. Nah dia dari atas ya tuhBora ya, tadi namanya. Yuk. Oh, saudara. Langsung kah? Iri de sense tour no stage ni derarete, atai, sukkoku kouei da ze. Sore ja.ウタウタあたいの舞台、耳を澄まして楽しんでってくれ。その名もトーシカリン。お想力、お心よ、どんよ。明日のご予定は？今年のねぎらいに素敵で簡単な食事会でもどう？もちろん私のおごりで。天智園様のおごりか、存分に楽しまないとな。Kerjaan lagi. Baizu. であるよ。きっとそうなる。師匠、消灯、我は消灯ごとき、師匠が今から新天堂地かつ空前絶後のを作ってやるわ。それをもってリーウェコに行って人々に見せつけてやるといい。
Completed. Aku punya firasat gua terlalu cepat ya. よし、あたいも急いで新曲作りに集中しないとな。もう夢が一つ叶ったばかりなのに、また新たな目標を見つけたのですか？あんただってそうだろ。どうせ新しい劇の名前もすでに考えてあるくせに。やはり私のことを一番知ってるのは信玄さんですね。都仙宝仙というのはいかがですか？おお、臨場感が半端ないぜ。主題を引き立てる宣伝文も考えました。金天竜音雲間にとどろくとしましょう。えっ、ただ、ただ気が付けたら、oh seperti tidak ada. Oke, kita lihat. Oke, ada satu lagi epilog. Mani, ini banyak banget. Oke. Wait until following. Oke.不至于啊。Following naik ya katanya.Sekali lagi ya, ya nggak sih, gua coba dulu.勝利先生は博識であるとかねてより聞き及んでいたが、まさか料理にも精通しているとは。勝利先生のような方と知り合えたのは、僕たち後進の者にとって実に光栄なことだ。そんなことはない。みな優秀な和光度だ。それぞれが得意な分野を持ち、それこそ俺が目を見張る部分もある。共に精進していこう。勝利殿、そんな大げさな。そのもしよかったら、僕に妖魔退治の法術を少しご指導いただけないだろうか。法師の妖魔退治か。少しかじった程度ではあるが、それでも問題なければ時間を作って手ほどきを。うわあ、もう人がいっぱいいる。フータオが勝利を招待してるのは知ってたけど、まさか友達がこんなに集まってるとは思わなかったぞ。ひひ。みんな、怪盗祭楽しんでるか？ああ、今年もいい祭りだな。二人もお祭り楽しんでる？
learning a lot. あたしもだよ。前にも深淵のステージは見たことあったけど、今回みたいなのは初めてだったな。観客からもかなり評判が良かったみたい。だから最近は出演の依頼が一段と多くなってるんだって。すごく忙しくて、運金も手伝いに行ってるほどなんだよ。ああ、二人ともお前たちによろしく伝えてくれと言っていた。それから祭りと食事会を楽しんでくれとも。確かに素晴らしい公演だった。ただ見終わった途端、まさかシャンリーの創作意欲が爆発するとは。そのせいで僕たち二人は大変な役を押し付けられてね。うん、二人？シャンリーの試食役は僕だけじゃなかったのか？別にそこは重要じゃないだろう。それに君が食べたら僕も食べたようなものさ。僕はそんなこと気にしてないけど。言われてみれば確かに一皿残らず趙雲に押し付けてたっけ。何？シャンリンが新しい料理を作ったのか。おいらも食べたいぞ。うんうん、パイモンは私の料理が大好きだもんね。ありがとうパイモン。ああ、勝利さんにも感謝しないと。私の新しいレシピにぴったりなアイデアを出してくれたからね。じゃあさっきはそのことについて話してたのか。ああ、食事会だからな。話題はおのずと料理のことになる。シャンリンはよく己の道を邁進するが、その食材の選び方や味付けはどれも音の調べのように舌の上で踊り出すものだ。俺の意見はただそれに花を添えただけに過ぎない。おお、さすがだな二人とも。えへへ、私なんだか照れてきちゃったよ。勝利さんの案を取り入れてレシピを調整したらまた料理の試食をお願いするね。まあそれなら大丈夫そうだ。なら次は僕も試食しよう。料理といえばさっきから何かが足りないような。あ、オイラたちを招待したフータオはどこにいるんだ。あとグーパーもいないぞ。いや、どこや。グーパーならなんだかやる気に満ち溢れててお父さんのところでお手伝いしてるよ。ほら、怪盗祭は料理を食べに来るお客さんが多いってあなたたちも知ってるでしょ。ゴーパーが万民堂に残って手伝ってくれてなかったら私もフータオの食事会に来る時間を作れなかったかもしれないんだ。でね、フータオは同志はある客を迎えに行くと言っていた。俺にここで先に皆をもてなすようにと。時間を見るにそろそろ来る頃合いだと思うが。フータオがわざわざ呼びに行くなんてな。それってきっとすごいやつなんじゃないか。うん、yeah, maybe。 まさか国勢強子、それとも北斗か。うん、ちゃちゃり。それが同志の口から聞くことはできなかったんだ。部下である俺が詳しく聞くのもあまり好ましくないしな。 OK、 やっぱ僕か。じゃじゃーん、私たちの到着。あ、遅刻してない？遅刻してないよね。いや、まじぶろ、あったやさった。うんうん、コウマ体制が私と同じで風のようにスイスイだったから時間ぴったした。お、じゃあ俺だったんや。うん、うん、うん、ははは、いくぞ。うん、うん、あ、お、貴賓というのは甲馬体制のことであったか。ご高名はかねてより聞いている。同志から誘いを受けた際に説明がなかったゆえ、
まさか若き英雄だけでなくリーゆえの安寧を守る金宝大将まで来るとは予想していなかった。こうして皆が一堂に会せるとは実に上々だ。ああ、Few days ago at Guangzhou Inn. Berarti, oh, tunggu dulu. Berarti ini alur ceritanya. Jadi, もうすぐ回答祭ですが。今日、帝君が突然訪れたのは。うん、同志の性格だが、俺も手を焼くことがあってな。帝君を悩ませるとは、どのようなことでしょうか。祭りのためにごま油を購入するよう、同志から言いつけられている。ん？ん？帝君、ごま油を買うのになぜ防潮旅館まで歩いて。ああ、元将と少しばかり世間話をした後、調味料をいくつか譲ってもらったんだ。あとはほら見てくれ、松茸を数本とハムを一つもらった。ではごま油は。ああ、それが残念ながら同主が望む品はなかった。Max spam gua liat TikTok ni. Te, so, kakek dono. Sore wa sekoshi bakari. Ah, kono hito mata hajimat chatta. Kyakujin o tatasetta mama sonna seji bakka saki ni yuun dakara. You are nice. Kono ba ni iru hito wa minna外では名の通った大物でさ、多かれ少なかれお互いのことは耳にしたことあるでしょ。もともと知り合いだって人も多いし、そんなにかしこまらないでよ。甲賀大生も旅人と結構仲がいいんだって。やろう、フレンズ。おお、それなら二人は隣の席に。どうしもどうぞ。あれ、やっと私のことを思い出してくれたの。そうだ、さっきここに着いた時、前もって注文しといた料理ができ始めてるって新月軒の店員が言ってたんだ。さてさて、それじゃ早速料理を出してもらおっか。ご覧シャトライやっぱりシャトライ。そういえばまさかフータオが迎えに行った客人がショウだったなんてな。僕も初めて旅人とパイモンが甲賀大生の友人だと知った。チョウもショウと知り合いなのか。知り合いとはちょっと違うな。でも名前はかねてより存じていた。パイモンは知らないかもしれないが、僕たち奉仕一門は甲賀大生と少し関わりがあるんだ。表と裏で共に妖魔を退治してきてもう随分と長い。まさか同志のおかげでこの目で見ることが叶うなんてな。甲賀大生、僕の名は趙雲、以後お見知りおきよ。ああ、名高い甲賀大生にお会いできるなんて僕も光栄に思います。この前、趙雲からちょうど話をお聞きしたところなんです。甲賀大生に妖魔退治を行う奉仕の大切さを絶対に分からせてやると、そう趙雲が言ってます。あ、それなら私たちも知り合いだよ。以前、料理王決定戦の時に私の料理を仙人さんに試食してもらったんだ。まさかまたお会いできるなんてね。
怪盗祭を祝して。マジやべ、百聞は一見にしかずとはまさにこのことです。僕はシャンリンと趙雲の友人で、ゆくあきと申します。僕のことも以後お見知りおきをいただければと。おお、みんないきなり礼儀正しくなったぞ。なんだか会話に入りづらいな。将様、駒仙人、大勢、開門もよろしくお願いしますだぞ。ビレーディス、怪盗祭を祝して。ビレーディス、This is the right word to use. これでもかなり頑張って言葉を選んだんだぞ。ケチつけるなよ。ニーナ、そうかしこまる必要はない。そうそう、高馬大生の言う通りだよ。知り合いが集まって食事してるだけなのに、そうやって礼儀正しくしてたらかえって場が緊張しちゃうでしょ。どうすかね。気を使わせるためにみんなを食事会に招待したわけじゃないんだから。じゃあプータオは何が目的でみんなを呼んだんだ。親族や友人を招いて集まり、手に持った味わい深い茶を共に飲みながら空へと昇る明かりを見る。これこそ旧年に別れを告げ新年を喜ばしく迎え入れることだ。以上、勝利さんが言いそうな言葉でした。みんな拍手するように。その通りだ。風同士は俺の真似が上手であられる。私はね、ただ賑やかな場が好きで、みんなに美味しいものをご馳走したいだけなの。この一年、みんな頑張ってきたでしょ？生活も旅もガイドも、それから料理や商売、妖魔退治、夜叉の務め、往生堂の仕事を時々手伝ってくれる格系もね。みんなすごかったってことじゃん。まあそんなみんなを集められる私が一番すごい人だけどね。ナイス。確かに、ただ調子に乗ってるだけのようにも聞こえるけど、リーユエコーにあまり来ないショーまで呼べるなんて本当にすごいことだぞ。 I'm curious about how she did. Oh, she did. Yes, he good to go, but that's not it.お前が考えてるほど複雑なことではない。Really? Not long ago, it walks you in again. はい、わかった。おかみさん、ありがとう。おかみじゃなくてオーナーよ。本当に元気な子ね。あっという間に行っちゃったわ。ボージョ旅館の守護神、敵家衆の大英雄ね、いるんでしょう。はあ、静かにしろ、そう騒ぐな。あらら、ごめんね。でもそうしないと姿を見せてくれなかったでしょ。お前のことは知っている。王城堂77代目同士、我に何の用だ。確かに風太を同士がしそうなことだ。つまり高馬大生がいらしたのは、その風太をの旗迷惑な行為をやめさせるためだったのか。ほう、他にも理由があるように俺は思う。さすが勝利さんは賢いね。え、まだ続きがあるの。え、でも続きはつまらないよ。ただ往生堂の諸々と千秋夜叉の過去について話して、
ご機嫌取りをしただけだから。魔人戦争中は争いが多発し、災禍が絶えず、人々は病や死による苦しみから逃れられなかったという。先週は妖魔を払い、戦艦軍は力を振るうも苦戦を強いられた。そんな中、王城堂は疫病の排除や暴君を送る責務を全うした。おお、オッケー。戦乱の最中、こうして生死の境を明確に分けることで、さらなる最悪の訪れは免れた。そうそう、そういうこと。勝利さんに1ポイント。でも、そんな古い中でも高魔耐性を招待するにはだいぶ時間がかかったんだ。 Was he worried about his karma? おう、やっぱりあなたは知ってるんだ。 Yeah。 これは避けようのないことだ。我はその影響を考慮しなければならない。確かにね。で、私も考えたんだよ。だから今日は元素力と縁のある友達しか招待してないんだ。食事だけだったらそんな大きな影響も出ないでしょ。ただこうも人が大勢いるとは思わなかったかな。高魔耐性、そう心配なさらないでください。今のところ僕たちは何の不調も感じていませんから。特にこの少年奉仕は巡洋の力を持っています。そう簡単にへばったりしません。それとこれとは話が別だろう。あと、さっき人参を僕のお椀に入れてなかったか。あ、目をそらすな。まったく、何のことを言ってるんだい。今回は超運の肩を持つよ。私も見てたから。今日グーパーがいなくてよかったね。グーパーは食べ物を好き嫌いする人を見るのが大嫌いだから、無理にでも行く秋に食べさせてたと思うよ。え、グーパーってそんなに執念深い性格だったの？けど確かに前にシャンリンからグーパーはかまどの神だって話は聞いた。その民間伝承を聞いたのか。Is it pretty quiet today? Is everything okay? 今は支障ない。少し前、怪盗祭より前にある古い知人に会った。その彼の助けもあり、我の状態はだいぶ落ち着いている。Old friend? お前も知っていると思うが、彼は。あ、ドビン。風が物語の種を運び。ベンズ？時間がそれを芽生えさせる。ああ、つい続きを口にしちゃった。でも、この聞き慣れた声って。It must be. It must be. あれ、私の聞き間違いじゃないよね。外に誰かいるのかな。勝利さんもぼーっとしてないで、早く扉を開けてあげて。面倒はかけないよ。お邪魔します。やっと僕を入れてくれたね。僕たちが昔どこかで会っていたとしても、今日の出会いはまた新しいもの。新しい友人に古い友人たち、みんなお祭りを楽しんでるかい？あ、金融野郎、どうしてここに？リーユエに詩でも読みに来たのか？おやおや、爽やかなお兄さんの登場だ。見たところ、将来私の友達になりそうな雰囲気を感じるね。来る者皆客人なり、
出会いとはこれまさに縁なり。何も言わなくていいよ。はい、座って。料理は好きなものを取っていいからね。おっと、食器を一人分追加するよう言わないと。おや、このお嬢さんはまるでお花のようだ。朝の日のようにうららかだ。見た感じ、ここで最も主導権を握ってる人かな。おー、ギラ、わがジャンクアジルフェティッダータグロ。美味しそうなものがこんなにいっぱい。本当に僕も食べていいの？じゃあ遠慮なく。あ、君は。あや、新玉先生じゃ。え、みゆ？ん？新玉先生？あ、どう、いかだギフセギュペンね。よーく見たところ、新玉先生のファンだよね。実は以前、ある娯楽小説の読書サークルで彼と知り合ったんだ。ほんと、もっと早く知り合いたかったよ。陳玉先生の新作をあんなにも分析できる人が僕以外にもいるなんてね。ウェンティさんも実に謙虚だ。しかの際なら君の方が一枚上手じゃないか。ふん、つまりこちらはユクワキ殿の知り合いだったのか。 He is my old pal. そうなんだ。それにショウも僕のこと知ってるよね。ついこの間話したばっかだし。ああ、年の瀬が近づき、怪盗祭の時期になるにつれて妖魔の動きも活発になり始める。前に敵歌手一帯を見て回っていたところ、たまたまこのあれ、まだ数日しか経ってないのにもう忘れちゃった。職業は銀融詩人だよ。さっきパイモンが言ったように敵歌手で詩を読んでたんだ。ああ、我がこの銀融詩人と会った時、確かに敵歌手で演奏していた。その音色は抑揚のある美しい調べで、心を落ち着かせるものであった。おお、我は思わず長いこと足を止めてしまった。その音色に耳を傾けながらな。どういたしまして。 So that's how is it? How it was? I see. そうか、状況は俺も理解した。俺の名は勝利、今は王城堂に勤めている。新たな友と知り合えて何よりだ。うんうん、で、私が彼の上司ね。もし学系の仕事に何か不満があったらいつでも言ってちょうだい。同志には気を使わせる。へえ、なるほど。道理で君みたいな賢くて頼りになる同志がいるから、こんな見るからに優秀そうな部下を雇えるんだろうね。もうウエンティさんは口がお上手だね。うちの学系は本当にすごいんだよ。天文から地理まで、昔のことから今のことまで何でも知ってるんだから。でも時々この人の古臭い話し方を見てると、千人の誰かがお忍びで属性に来てるんじゃないかって疑っちゃうんだけどね。あ、高魔大生も千人だったよね。ねえねえ、どう思う？我は悪いが、我は妖魔をほふることしか取り柄がない。学びには疎く、聞いたことがないな。あれ、そうなのか。えショーはいろんなことを知ってるし、オイラは物知りだと思うぞ。はい、もう Play along。 え、そうだな。ショーは無人で普段町にも行かないからな。
こういうの知らなくても当然だよな。へえ、そうなんだ。僕は勝利先生の名前は前々から耳にしてたよ。酒場にいるお客さんたちから礼儀正しい若い男がモンドで一番の酒場に来たにもかかわらず、いや、お酒を飲まないで言いにくい名前の熱いお茶を頼んだってね。おいや、でパルラや、エトパサディアンディエル、リモンサ。そういえば、俺も不意に思い出した。モンドには彼のような芸術家がいると。噂では、気さくで温和な性格をしており、彼の生み出す作品は躍動的で生き生きとしたものらしい。モンドで一番の吟遊詩人と言っても過言ではないそうだ。なんだか照れちゃうな。けどモンドの詩は全体的にそんな感じだよ。ただ創作のレベルはピンキリだけどね。例えば少し前に僕はこんな詩を耳にしたんだ。古き家は新たに生まれ変わり、春の風を迎えて過去の記憶が吹き抜けていく。意味は確かに伝わるけど、言葉のチョイスがありきたりで、あまり文才も感じられない。確かに文の構成がいまいちだね。私なら多分こうするかな。鶴によぼよぼの瓜一つ、それでも花は咲き誇る。おお、いい詩だね。雰囲気も独特でスラスラ読める。やっぱり私の目に狂いはなかった。ウエンティさん、かなりいいセンスしてるよ。はい、握手握手。握手握手。ねえ、ゆくあき。ん？帰ったら何冊か本を貸してくれない？文章が上手なものをゆくあきに選んでほしいんだけど。私の読解力のせいなのか、今の詩の良し悪しがわからなくて。僕が思うに、多分それはお前の問題じゃないだろう。長雲の言う通りだ。僕たちの問題じゃない。I watch Adrian from Futa and Venti. This is really come in handy for your ugly nicknames. いいな、それ。そういえば、吟遊野郎はなんでここにいるんだ？怪盗祭に参加しに来たのか？今年はリーユエで怪盗音楽祭が開催されるって聞いてね。鹿を作る者としてこの誘惑に抗えるわけもないでしょ。芸術はぶつかり合ってこそ新しいアイデアの火花が生まれるわけだしね。はあ。But the music festival wasn't planned beforehand. そういえば、イベントを主催してるあのフォンテーヌの人だけど、石門の近くで見かけたよ。イリデッセンスツアーがやっと一回開催できたんだ。ちゃんと祝ってあげないとね。Thank you. You must feel very grateful. 僕たちの仲なんだし、そうかしこまらなくていいよ。そういえば、君たちが次々と新月圏に入っていくのを近くで見てたのに、誰も僕がいることに気づかなかったよね。僕の隠れ方がうますぎたのか、それとも風の音を誰かさんがあえて無視したのか。怪盗祭になるとリーユエ校は人々でにぎわう。みな明かりを眺めたり街を見て回ったりし、さらに即興で旅に出る者までいる。人の動きは予測しがたいものだ。だがこうして祭りはつつがなく開催され、友人と一堂に会せたのはまさに祝うべきことだろう。新年を迎える今、皆とここに集まれたのは実に喜ばしい。
この場を借りて酒の代わりに茶でみなと乾杯しよう。あ、さすが勝利先生、いい話だね。僕の代わりに言いたいことをすべて言ってくれたよ。こんなことを自分から言うのはちょっと恥ずかしいんだけど、招待されてもない僕がいきなりこの食事会に参加しちゃって、みんなに迷惑かけてないかな。本当はこういう時モンドではお酒を飲むのが定番なんだよね。でも勝利先生がどうしてもお茶を飲むっていうのなら、僕もそれに合わせるよ。さあ乾杯しよう。僕もごちそうになるね。気にしない気にしない、全部私のおごりだよ。みんなで美味しいものをたくさんいただいて、いい一年になるよう祈ろう。飲み物がお茶だけなのも、食事の後に何かイベントがあるかもしれないと思ったからなんだ。おいおい、あの二人急にお茶で乾杯しだしたぞ。オイラたちはどうするか。やお、なんだ。I knew that it think I'm gonna head out for a while.二人はもういいの？ん？外の空気を吸いながら食後のお散歩もいいかもね。じゃあオイラも。You're still hungry, right? 実は。Don't worry, we will be back soon.わかった。必ず帰ってこいよ。ada sesuatu seperti。お前とあのウェンティさんだが。もしかして家の商売のつながりで知り合ったのか？そうなんだ。君も僕の家のことは知ってるだろう。商売に関する機密はかなり多くてね。こういう宴席では大っぴらに話せないんだ。ああ、やはりそうだったのか。そういえば食事会が始まる前にどんな話をしてたの？何か面白い話はあった？うん、料理の話をしてたんだ。この前勝利さんが行営層へ行った時に珍しい茶湯とごま油を手に入れたんだって。それで新しい料理に入れてみるといいって勧めてくれたの。ああ、だからあの日あんなに長いこと帰ってこなかったんだ。もしこれが他の人だったら油は見つからなかったかも。うん、次も勝利さんに行かせようっと。早く帰ってくるんだぞ。正直口を滑らせちゃわないか不安だからな。トロパイパン、リラックス、パイパン。新たな友人はどうやら酒にかなり詳しいようだな。いやいや、僕はただのお酒好きで、勝利先生ほどのこだわりは持ち合わせてないよ。今回出されたのがお茶でよかったよ。もし酔っ払って変なことを話しちゃったら、知り合ったばかりの勝利先生の前で恥をかくところだった。まさか同種が招き入れた客だ。俺が笑い物にするなんて滅相もない。 OK、 itu semua berarti。 行くとしよう。お前は先に外に出ててくれ。うん。Okay。Jadi gua masih mainin yang itu ya, empat lantern itu. Mungkin ada hubungan story ya sama yang itu. Gua terus skip berarti ya.大丈夫か？
I should be the one asking that. 我には適切な言葉が思い当たらない。Unfamiliar with gathering like this? 状況の問題ではない。かつて、仙人の中にも集まって語らうのを好むやつは多くいた。時々皆を呼んでは酒や茶を飲むようなやつかな。我も何度か強引に連れて行かれたことがある。だが仙人にはそれぞれなすべき責任があり、そのほとんどが誇りを持っている。故に話も直接的なもので、こうも紆余曲折としたものはなかった。しかし今回は。 I understand. I'll jokingly support. そのようなことは断じてない。むしろ、帝君は人間の生活によく溶け込んでいて、満足されている様子だった。ただ、それは我には永遠にできないことだ。Don't have to be like them. お前が言いそうなことだ。我は別に気にしていない。これが我にとっての常であることは重々理解しているからな。故に稀にお前と普通に接していることを思い出すと、どうにも奇妙な感覚に陥る。 Thanks in good way? ああ、フー同士のこたびの正体は実に断りにくいものであった。しかし、ここに着く頃には我も心の準備はできていた。あやつは元素力に縁のある友人しか招待していないと言っていたからな。お前がいることも感づいていたんだ。だが他の客人については、 No one will...Would have guessed. 深淵大将がよく口にしていた。状況に応じて楽しく振る舞い、予想外の出来事を楽しむと。それはこのような感覚なのかもしれない。ただあやつが言っていたのは、周りの者に作った衣服のことを指していたんだろうがな。あれら衣服の作りは実に精緻なものだった。しかし着るとなると何かと不便でな。不赦のやつは深淵大将のメンツなど気にせず、それを身にまとうことはなかった。だが帝君はあの衣服がお気に召したのか、かなりの数を所有していた。帝君が今身につけている衣服も深淵大将によるものだ。戦乱の渦中であれを着ている姿は見なかったが、まさか後になって袖に腕を通すとはな。見つけた。あなたたちここにいたんだ。もしかして大事なお話中だった？そんなことはない。何の用だ？みんながお腹いっぱいになったのを見て、さっきフータオが店員さんに食後の点心を出してもらったんだ。でもあなたたち全然帰ってこないでしょ。それにパイモンがちょっとパニックになってて、点心が甘いのかしょっぱいのかもわからなくなってるんだ。We are so stupid. But not so anxious that she can eat. Looks like she will be okay. 本当はね、ちょっと心配であなたたちの様子を見に来たの。小仙人、少し落ち着かない様子だったから
ここの食べ物が合わなかったんじゃないかと思ったんだ。それで防除旅館に戻って元将に料理を作ってもらおうとしたのかなって。そんなことはない。いらぬ心配をかけたな。Yeah, don't put any reminiscing while cycling on us. そのようなことは。ならば、そろそろ戻るとしよう。あ、ちょっと待って。実は、私が二人を探しに来たのはね、別の用事もあったからなんだ。ほら、これ。特別に二人のために持ってきたの。これは杏仁豆腐。あ、豆腐。そうだよ。前回の料理王決定戦以降、私と元将は好敵手であり友達にもなったからね。時々防除旅館に行って彼と料理について話し合ってるんだ。その時に旅館の最上階にいる客人は元将の作る杏仁豆腐が一番好きだって聞いたの。それで教えてもらったんだ。実はね、今回フータオがみんなを招待する前にこっそり私のところに来て誰を呼ぶのか教えてくれたので、どんな料理を注文すればいいのか相談されたんだ。だから前もって杏仁豆腐をいくつか作っておいてあなたたちに渡そうと思ってたってわけ。いつもお世話になってるお礼にね。二人に用意するって知ったクオパーも熱心に走り回ってかなり手伝ってくれたんだよ。よしあり、ゴーバー。手間をかけさせた。だがそのような必要は。ふん。受け取っておく。感謝する。それからグオパーにも。どういたしまして。おっと、そうだった。私が作った杏仁豆腐は元将のと口当たりと味が違うかもしれないんだ。だからもし何かアドバイスがあったら絶対に教えてね。ああ。よろしくね。さてと、そろそろ戻ろっか。じゃないとパイモンが待ちくたびれちゃうだろうしね。たまっしょ。You were pretty quick. You are only angry because you have nonsense of time. してないし、これといって何もなかったからね。外で話していようが、部屋の中で話そうが、別に同じだったよ。Life will be more like what the fuck I want. ふん、オイラは食べるのに忙しいからな。お前の相手なんかしてる暇ないぞ。そうだ、知り合い同士ではあるけど、せっかくのお祭りの食事会だし、儀式的なことも少しやっておこっか。あ、もしかして何か特有の習わしでもあるの？ないよ。よ、なに？でも縁起が良くなるように私がたった今作った。思い立ったが吉日、
さあ、まずは卓の上にある香炉を使おう。おっと、ずいぶん長いこと火がついてたし、お香もつきかけてるね。じゃあここは一番身分の尊いお客さんに次のお香を焚いてもらおうかな。生々る天、新たな年の繁栄を願い、日々前へと進んでいけるようにね。なるほど、いい願いだね。さすがフータオなら、この場で一番身分の尊いお客さんは、うん、きっと滑稽の勝利先生だよね。僕は勝利先生の功績とかやってきたことに詳しくはないけど、さっき話した感じ、彼の見識と造形の深さは、この世界を渡り歩いてきた銀融詩人の僕でもあっと驚くものだった。もし知識が力となるのなら、勝利先生の力は果てしなく強大なものだろうね。話のレベルで言えば、やはり偉大な詩人の方が上だろう。俺はただ記憶力がいいだけに過ぎない。こんな何の変哲もない能力をこうも立派に語れるとは、その弁舌には脱帽する。そもそも誰が推薦してもいいのなら、うんうん、俺はやはり同志こそが香を焚くのに適任だと思う。もうダメだよ、それは上司に対する無駄なごますりだから。それにお客さんにやってもらうって話でしょ。主催者の私は選択肢に入らないよ。どうですかね。そうだ、美味しい料理をたくさん食べられたし、ここはこの場に唯一いる料理人のシャンリンにやってもらうのがいいんじゃない。え、そうなの？でも今日の料理は私が作ったものじゃないよ。そんなの関係ないって。ほら、シャンリンは千人の弟子で、かまどの魔人と行動を共にする仲間、それに月夜祭の料理王決定戦の優勝者でしょ。しかもかの有名な料理屋万民堂唯一の後継者であり、この同志である私の古い友人の一人でもある。これでも足りないっていうの？あれ、なんか称号がだんだん尻すぼみしていってるような。え、じゃあちょっとやめてよ、なんだか恥ずかしくなってきちゃう。それなら、リーウェコーで最大の紹介の一つ、機運紹介の次男坊の方が尊い身分なんじゃない？いきなり僕を巻き込まないでくれよ。おお、それもいいね。紹介の坊ちゃまがお香を焚いてくれたら、みんな新しい一年は大儲け間違いなしだよ。はあ、そんなわけないだろ。それに儲けることも確かにいいが、体の健康や万事順調であることの方がもっと大事だ。だからここは邪気払いを得意とする超運奉仕にやってもらって、かなり安全を願うのはどうだろうか。え、まさか僕にまで飛び火するとは。ここには高魔耐性がいるんだ、どう考えても僕にお鉢が回ってくるのは筋違いじゃないか。身分の序列で言えば、ここに千人は高魔耐性一人しかいない。なら絶対に断る。我はここで最も身分の尊いものではない、絶対にな。 Is he going to say wrongly? ここにいる者の洞察力ならきっともう分かってるはずだ。 Wait, どう？ここにいる皆と縁を持つ者が一人いる。お前っていつもオイラのことをからかうけど、確かに人付き合いはかなりいいよな。ここのみんなとも知り合いだし。な、まずい、さっきお前の相手なんかしないって言ったばっかだったのに。
only well connected person here, Tao. Mada hoka ni mo ita ka? You, of course. Huh? Omae wa oira ga koko de ichiban totoi okyakusan da tte iu no ka? Kyū ni sanna koto iu na yo. Babu. Boku wa sansei da yo.なかなかいい人選なんじゃないかな。共に歩む仲間がいなかったら、長い旅は果てのない孤独なものになってしまう。冗談を言い合ったり、一緒に騒いだりできる友達がいれば、あらゆる景色は色づく。ああ。旅人は諸国を旅し、素晴らしい功績をいくつも残した。しかし、パイモンがいなければその物語は単調なものになっていただろう。おお、お前の旅が平穏で順調であったのもパイモンの存在が大きい。おお、いきなりそんな褒められるなんて、おいらなんだか慣れてないぞ。そのみんな本気なんだよな。 Of courseYou are the best travel company ever! ありがとな。さっきはオイラのことをずっと待たせたけど、もう怒ってないぞ。パイモン、そう気にすることはないさ。友人同士なら喧嘩をすることも当然ある。ああ、確かにそうだな。つまり、旅人にとってのパイモンは、私にとってのグーパーと同じで、すごく大切な存在だってことだよね。うんうん。じゃあ、みんなパイモンで問題なさそうだね。はあ。我も旅人の選択に異論はない。じゃあ、これで決まりだね。ではでは、世界で一番すごい旅人の最高の仲間であり、ガイド兼親友のパイモンにみんなのためお香を焚いてもらおう。さあパイモン、マッチをしっかり持って手をやけどしないようにね。Iya juga sih, kalau nggak ada Paimon itu tegang banget ada suasana. Takutnya nanti berikutnya nggak akan datang lagi gitu.Itu agak bahaya. Tapi karena ada Paimon jadi ya enggak masalah jadinya sekarang. What a nice story. さて、もうだいぶ遅いし、このままみんなを引き止めておくわけにもいかないよね。そろそろお開きにしよっか。The food and the soup were delicious. だな。お茶もいい香りだったぞ。私たちの間にそんなお世辞はいらないって。次また私がおごるときに付き合ってくれたらそれでいいから。お、もうすっかり暗いね。夜道は少し危ないから、私はシャンリンとユクアキボッチャマ、あとチョンを送ってくるよ。残りのお客さんは、勝利さんにお願いするね。何？ああ、僕は平気だから気にしないで。これから海へ行くんだ。船の上にいる友達に会ってくるから、勝利先生に手間はかけさせないよ。君なら、僕の行ってる場所がどこなのかわかるでしょ。もし時間があったら、僕を探しに来てね。I will. みんなと知り合えてよかったよ。春風がなびく頃、また会おう。もちろん、また機会があったら一緒に詩を書こうね。さて、じゃあ私たちも行くよ。おお、天がもらえかい。ああ、そうだ。勝利さん、後で王城堂に戻ってきてね。頼みたい用事がまだあるんだ。ああ、承知した。どうしも気をつけてくれ。バイ。では、次は。Well, Dad. テイ君、
勝利でいい。勝利、プレゼン。今の俺はリーユエ校で一人の人間として生きている。民衆の中にいるしがない存在に過ぎない。日が昇ったら働き、そして日が沈んだら休む。身分で言えば勝利というただの凡人は高魔体制を敬い仙人様と呼ぶべきだろう。そんな滅相もない。 Let's stop teasing him now. これは何も冗談じゃないんだがな。今年の怪盗音楽祭の期間中、お前たちは歌人同一神君、それから龍文釈風神君と交流したと聞く。きっとまた過去のことをたくさん知っただろう。同じことでも別の者が見れば違う様相を見せる。記録する者が増えれば同じ物語でもまた別の思いと姿が伝わる。以前ソラヤーというスメールの学者と古今について語り合ったことがあってな。故に彼女が見つけた証拠とそこから得た推論を見るに、彼女が研究している内容はすでに事実に近い。ただ人も魔人も多面性のある生き物だ。人間の文化に根付く伝説には高きところに座す尊いものや心優しい魔人が数多くいる。だが俺や歌人同一神君、龍宮釈風神君、それから将や関羽のようなものにとって、そういった属性離れした仙人や神は身近な存在であり、他愛のない話を共に楽しめる仲間でもある。今この時の光景はあの時と同じものだ。民衆にとってショーは親しみにくい存在であっても、旅人からすれば違う。つまり一部のことについてはそう気にする必要はないということだ。て勝利様が伝えたいことは、その様子だと大まかではあるが理解したようだな。さて同志から皆を送るように言われているが、お前たちの実力であれば俺の同伴など必要ないだろう。ちょうど夜景が美しい頃合いだ。俺も少し歩きたい。しばし歩いた後、同志のところには顔を出そう。うん、では先に失礼する。いずれまた会おう。勝利、またな。みんな行っちゃったな。こういう賑やかな雰囲気が終わると、いつも心にぽっかり穴が開いたような寂しい感じがするよな。でもお前が一緒にいてくれるからよかったぞ。いやいや、一番尊いガイドのパイモンはずーっと旅人のそばにいてやるぞ。I'm afraid there will be a lot to ask of you in the future too. Most distinguished Paimon. わかってるならいいんだ。ショーはこれからどうするつもりだ？オイラたちと一緒にリーユエコを見て回るか？いや、ここで過ごす時間は我が想定したものをとうに超えている。町の灯火も悪くはないが、そろそろ帰らねば。今回は急なことではあったが世話になった。 The feeling for sure you don't have to thank me every time. ではまたいずれ。